一十因用譜第一章一十因用譜。一十因用譜はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく、虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。一十因用譜、一十因用譜神は、光あれ、と言われた。すると光があった。神はその光を見て、よしとされた。神はその光と闇とを分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となった。第一日である、一十因用譜、一十因用譜神はまた言われた。水の間に大空があって、水と水とを分けよ。そのようになった。神は大空を作って、大空の下の水と大空の上の水とを分けられた。神はその大空を天と名付けられた。夕となり、また朝となった。第二日である、一十因用譜、一十因用譜神はまた言われた。天の下の水は一つところに集まり、乾いた地が現れよ。そのようになった。神はその乾いた地を陸と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見て、よしとされた。神はまた言われた、地は青草と、種を持つ草と、種類に従って種のある実を結ぶ果樹とを地の上に植えさせよ。そのようになった。地は青草と、種類に従って種を持つ草と、種類に従って種のある実を結ぶ木とを生えさせた。神は見て、よしとされた。夕となり、また朝となった。第三日である、一十因用譜、一十因用譜神はまた言われた。天の大空に光があって昼と夜とを分け、印のため、季節のため、日のため、年のためになり、天の大空にあって地を照らす光となれ。そのようになった。神は二つの大きな光を作り、大きい光に昼を司らせ、小さい光に夜を司らせ、また星を作られた。神はこれらを天の大空に置いて地を照らさせ、昼と夜とを司らせ、光と闇とを分けさせられた。神は見て、よしとされた。夕となり、また朝となった。第四日である、一十因用譜、一十因用譜神はまた言われた。水は生き物の群れで満ち、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の大いなる獣と、水に群がるすべての動く生き物とを、種類に従って創造し、また翼のあるすべての鳥を、種類に従って創造された。神は見て、よしとされた。神はこれらを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。夕となり、また朝となった。第五日である、一十因用譜、一十因用譜神はまた言われた。地は生き物を種類に従って出せ。家畜と、羽物と、地の獣とを種類に従って出せ。そのようになった。神は地の獣を種類に従い、家畜を種類に従い、また地に這うすべてのものを種類に従って作られた。神は見て、よしとされた。一十因用譜、一十因用譜神はまた言われた。我々の形に、我々にかたどって人を作り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這うものとを示させよう。神は自分の形に人を創造された。すなわち、神の形に創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ。神はまた言われた、私は全地の表にある種を持つすべての草と、種のある実を結ぶすべての木とをあなた方に与える。これはあなた方の食物となるであろう。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもの、すなわち名あるものには、食物としてすべての青草を与える。そのようになった。神が作ったすべてのものを見られたところ、それは、はなはだよかった。夕となり、また朝となった。第六日である、一十因用譜、一十因用譜第二章一十因用譜、一十因用譜こうして天と地と、その万象とが完成した。神は第七日にその作業を終えられた。すなわち、
そのすべての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福して、これを聖別された。神がこの日に、そのすべての創造の技を終わって休まれたからである。一重引用符、一重引用符、これが天地創造の由来である。一重引用符、一重引用符、主なる神が地と天とを作られた時、地にはまだ野の木もなく、また野の草も生えていなかった。主なる神が地に雨を降らせず、また土を耕す人もなかったからである。しかし地から泉が湧き上がって土の全面を潤していた。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。主なる神は東の方、エデンに一つの園を設けて、その作った人をそこに置かれた。また主なる神は、見て美しく、食べるに良いすべての木を土から生えさせ、さらに園の中央に命の木と、善悪を知る木とを生えさせられた。また一つの川がエデンから流れ出て縁を潤し、そこから分かれて四つの川となった。その第一の名はピソンといい、金のあるハビラの全地をめぐるもので、その地の金はよく、またそこはブドラクと、シマメノウトを産した。第二の川の名はギホンといい、クシの全地をめぐるもの。第三の川の名はヒデケルといい、アッスリアの東を流れるもの。第四の川はユフラテである。一重引用符。一重引用符、主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせられた。主なる神はその人に命じて言われた。あなたは縁のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べると、きっと死ぬであろう。一重引用符。一重引用符、また主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼のために、ふさわしい助け手を作ろう。そして主なる神は野のすべての獣と、空のすべての鳥とを土で作り、人のところへ連れてきて、彼がそれにどんな名をつけるかを見られた。人がすべて生き物に与える名は、その名となるのであった。それで人は、すべての家畜と、空の鳥と、野のすべての獣とに名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時に、そのあばら骨の一つを取って、そのところを肉で塞がれた。主なる神は人から取ったあばら骨で一人の女を作り、人のところへ連れてこられた。その時、人は言った。これこそ、ついに私の骨の骨、私の肉の肉。男から取ったものだから、これを女と名付けよう。それで人はその父と母を離れて、妻と結び合い、一体となるのである。人とその妻とは、二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。一重引用符、一重引用符、第三章一重引用符、一重引用符、さて主なる神が作られた野の生き物のうちで、蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った、縁にあるどの木からも取って食べるなと、本当に神が言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ縁の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んで廃けないからと、神は言われました。蛇は女に言った、あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べると、あなた方の目が開け、神のように善悪を知る者となることを、神は知っておられるのです。女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。すると、二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、一軸の葉を綴り合わせて、腰に巻いた。一重引用符、一重引用符、彼らは、日の涼しい風の吹く頃、縁の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで、人とその妻とは主なる神の顔を避けて、園の木の間に身を隠した。主なる神は人に呼びかけて言われた、あなたはどこにいるのか。彼は答えた、縁の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので、恐れて身を隠したのです。神は言われた、あなたが裸であるのを、誰が知らせたのか。食べるなと、命じておいた木から、
あなたは取って食べたのか。人は答えた、私と一緒にしてくださったあの女が、木から取ってくれたので、私は食べたのです。そこで主なる神は女に言われた、あなたは、何ということをしたのです。女は答えた、蛇が私を騙したのです。それで私は食べました。主なる神は蛇に言われた、お前は、このことを、したので、すべての家畜、野のすべての獣のうち、最も呪われる。お前は腹で、這い歩き、一生、塵を食べるであろう。私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。次に女に言われた、私はあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなお、あなたは夫をしたい。彼はあなたを治めるであろう。さらに人に言われた、あなたが妻の言葉を聞いて、食べるなと、私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生、苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために、茨とアザミとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから。あなたは、塵だから、塵に帰る。一重陰陽符、一重陰陽符さて、人はその妻の名をエバと名付けた。彼女がすべて生きたものの母だからである。主なる神は人とその妻とのために革の着物を作って、彼らに着せられた。一重陰陽符、一重陰陽符主なる神は言われた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知る者となった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかもしれない。そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出して、人が作られたその土を耕させられた。神は人を追い出し、エデンの園の東に、ケルビムと、回る炎の剣とを置いて、命の木の道を守らせられた。一重陰陽符、一重陰陽符第四章一重陰陽符、一重陰陽符里はその妻エバを知った。彼女は身ごもり、カインを産んでいった。私は主によって、一人の人を得た。彼女はまた、その弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。日が経って、カインは地の産物を持ってきて、主に供え物とした。アベルもまた、その群れの産ごと超えた者とを持ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられた。しかしカインとその供え物とは顧みられなかったので、カインは大いに憤って、顔を伏せた。そこで主はカインに言われた、なぜあなたは憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？正しいことをしているのでしたら、顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら、罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを収めなければなりません。一重陰陽符、一重陰陽符カインは弟アベルに言った。さあ、野原へ行こう。彼らが野にいた時、カインは弟アベルに立ちかかって、これを殺した。主はカインに言われた、弟アベルは、どこにいますか？カインは答えた、知りません。私が弟の番人でしょうか？主は言われた、あなたは何をしたのです。あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。今あなたは呪われてこの土地を離れなければなりません。この土地が口を開けてあなたの手から弟の血を受けたからです。あなたが土地を耕しても土地はもはやあなたのために実を結びません。あなたは地上の放浪者となるでしょう。カインは主に言った、私の罰は重くて追い切れません。あなたは今日、私を地の表から追放されました。私はあなたを離れて、地上の放浪者とならねばなりません。私を見つける人は誰でも私を殺すでしょう。主はカインに言われた、いや、そうではない。誰でもカインを殺す者は、ナバイの復讐を受けるでしょう。そして主はカインを見つける者が、誰も彼を撃ち殺すことのないように、彼に一つの印をつけられた。カインは主の前を去って、エデンの東、喉の地に住んだ。
一重陰陽符、一重陰陽符カインはその妻を知った。彼女はみごもってエノクを産んだ。カインは蝶を立て、その蝶の名をその子の名に従って、エノクと名付けた。エノクにはイラデが生まれた。イラデの子はメホヤエル、メホヤエルの子はメトサエル、メトサエルの子はレメクである。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダと言い、一人の名はチラと言った。アダはヤバルを産んだ。彼は天幕に住んで、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルと言った。彼は琴や笛を取るすべての者の先祖となった。チラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅や鉄のすべての刃物を鍛える者となった。トバルカインの妹をナーマと言った。レメクはその妻たちに言った。アダとチラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言葉に耳を傾けよ。私は受ける傷のために、人を殺し、受ける打ち傷のために、私は若者を殺す。カインのための復讐が7倍ならば、レメクのための復讐は77倍。一重陰陽符、一重陰陽符アダムはまたその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、神はアベルの代わりに、一人の子を私に授けられました。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその名をエノスと名付けた。この時、人々は主の名を呼び始めた。一重陰陽符、一重陰陽符第五章一重陰陽符、一重陰陽符アダムの系図は次の通りである。神が人を創造された時、神をかたどって作り、彼らを男と女とに創造された。彼らが創造された時、神は彼らを祝福して、その名をアダムと名付けられた。アダムは130歳になって、自分にかたどり、自分の形のような男の子を産み、その名をセツと名付けた。アダムがセツを産んで後、生きた年は800年であって、他に男子と女子を産んだ。アダムの生きた年は合わせて930歳であった。そして彼は死んだ。一重陰陽符、一重陰陽符セツは105歳になって、エノスを産んだ。セツはエノスを産んだ後、807年生きて、男子と女子を産んだ。セツの年は合わせて912歳であった。そして彼は死んだ。一重陰陽符、一重陰陽符エノスは90歳になって、カイナンを産んだ。エノスはカイナンを産んだ後、815年生きて、男子と女子を産んだ。エノスの年は合わせて905歳であった。そして彼は死んだ。一重陰陽符、一重陰陽符カイナンは70歳になって、マハラレルを産んだ。カイナンはマハラレルを産んだ後、840年生きて、男子と女子を産んだ。カイナンの年は合わせて910歳であった。そして彼は死んだ。一重陰陽符、一重陰陽符マハラレルは65歳になって、ヤレドを産んだ。マハラレルはヤレドを産んだ後、830年生きて、男子と女子を産んだ。マハラレルの年は合わせて895歳であった。そして彼は死んだ。ヤレドは162歳になって、エノクを産んだ。ヤレドはエノクを産んだ後、800年生きて、男子と女子を産んだ。ヤレドの年は合わせて962歳であった。そして彼は死んだ。一重陰陽符、一重陰陽符エノクは65歳になって、メトセラを産んだ。エノクはメトセラを産んだ後、300年、神と共に歩み、男子と女子を産んだ。エノクの年は合わせて365歳であった。エノクは神と共に歩み、神が彼を取られたので、いなくなった。一重陰陽符、一重陰陽符メトセラは187歳になって、レメクを産んだ。メトセラはレメクを産んだ後、782年生きて、男子と女子を産んだ。メトセラの年は合わせて969歳であった。そして彼は死んだ。一重陰陽符、一重陰陽符レメクは182歳になって、男の子を産み、この子こそ、オモが地を呪われたため、骨折り働く我々を慰める者と言って、その名をノアと名付けた。レメクはノアを産んだ後、595年生きて、男子と女子を産んだ。レメクの年は合わせて777歳であった。
そして彼は死んだ。一重陰陽符。一重陰陽符ノアは500歳になって、セム、ハム、ヤペテを生んだ。一重陰陽符。一重陰陽符第6章一重陰陽符。一重陰陽符人が地の表に増え始めて、娘たちが彼らに生まれた時、神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の好むものを妻にめとった。そこで主は言われた、私の霊は長く人の中にとどまらない。彼は肉に過ぎないのだ。しかし、彼の年は120年であろう。その頃、またその後にも、地にネピリムがいた。これは神の子たちが人の娘たちのところには行って、娘たちに産ませたものである。彼らは昔の勇士であり、有名な人々であった。一重陰陽符。一重陰陽符主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることが、いつも悪いことばかりであるのを見られた。オモは地の上に人を作ったのを悔いて、心を痛め、私が創造した人を地の表から拭い去ろう。人も獣も、這うものも、空の鳥までも。私は、これらを作ったことを悔いると言われた。しかし、ノアは主の前に恵みを得た。一重陰陽符。一重陰陽符ノアの系図は次の通りである。ノアはその時代の人々の中で正しく、かつ善き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアはセム、ハム、ヤペテの三人の子を産んだ。一重陰陽符。一重陰陽符時によは神の前に乱れて、暴虐が地に満ちた。神が地を見られると、それは乱れていた。すべての人が地の上でその道を乱したからである。そこで神はノアに言われた、私は、すべての人を絶やそうと決心した。彼らは地を暴虐で満たしたから、私は彼らを地と共に滅ぼそう。あなたは、糸杉の木で箱舟を作り、箱舟の中に部屋を設け、アスファルトでそのうち外を塗りなさい。その作り方は、次の通りである。すなわち箱舟の長さは300キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビトとし、箱舟に屋根を作り、上へ1キュビトにそれを仕上げ、また箱舟の戸口をその横に設けて、1階と2階と3階のある箱舟を作りなさい。私は地の上に洪水を送って、命の息のある肉なるものを、皆天の下から滅ぼし去る。地にあるものは、皆死に耐えるであろう。ただし、私はあなたと契約を結ぼう。あなたは子らと、妻と、子らの妻たちと共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ二つずつを箱舟に入れて、あなたと共にその命を保たせなさい。それらはオスとメスと出なければならない。すなわち、鳥はその種類に従い、獣はその種類に従い、また地のすべての這うものも、その種類に従って、それぞれ二つずつ、あなたのところに入れて、命を保たせなさい。また、すべての食物となるものを取って、あなたのところに蓄え、あなたとこれらのものとの食物としなさい。ノアはすべて神の命じられたようにした。一重陰陽符。一重陰陽符第七章一重陰陽符。一重陰陽符主はノアに言われた。あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。あなたがこの時代の人々の中で、私の前に正しい人であると私は認めたからである。あなたはすべての清い獣の中からオスとメスとを七つずつ取り、清くない獣の中からオスとメスとを二つずつ取り、また空の鳥の中からオスとメスとを七つずつ取って、その種類が全地の表に生き残るようにしなさい。七日の後、私は人か四十か、地に雨を降らせて、私の作ったすべての生き物を、地の表から拭い去ります。ノアはすべて主が命じられたようにした。一重陰陽符。一重陰陽符さて洪水が地に起こった時、ノアは600歳であった。ノアは子らと、妻と、子らの妻たちと共に洪水を避けて箱舟には行った。また清い獣と、清くない獣と、鳥と、地に這うすべてのものとの、オスとメスとが、二つずつノアの元に来て、神がノアに命じられたように箱舟には行った。こうして七日の後、洪水が地に起こった。一重陰陽符。一重陰陽符それはノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなる淵の源は、ことごとく破れ、天の窓が開けて、
雨は使徒か40か、地に降り注いだ。その同じ日に、ノアと、ノアの子セム、ハム、ヤペテと、ノアの妻と、その子らの三人の妻とは共に箱舟には行った。またすべての種類の獣も、すべての種類の家畜も、地のすべての種類の這うものも、すべての種類の鳥も、すべての翼あるものも、みんなは言った。すなわち命の息のあるすべての肉なるものが、二つずつノアの元に来て、箱舟に入った。そのは言ったものは、すべて肉なるもののオスとメスとであって、神が彼に命じられたようには言った。そこで主は彼の後ろの戸を閉ざされた。一重陰陽符、一重陰陽符洪水は一日の間地上にあった。水が増して箱舟を浮かべたので、箱舟は地から高く上がった。また水がみなぎり、地に増したので、箱舟は水の表に漂った。水はまた、ますます地にみなぎり、天の下の高い山々はみんな覆われた。水はその上、さらに15キュビとみなぎって、山々は全く覆われた。地の上に動くすべて肉なるものは、鳥も家畜も獣も、地に群がるすべての這うものも、すべての人も皆滅びた。すなわち鼻に命の息のあるすべてのもの、陸にいたすべてのものは死んだ。地の表にいたすべての生き物は、人も家畜も、這うものも、空の鳥も皆地から拭い去られて、ただの後、彼と共に箱舟にいたものだけが残った。水は105飛びの間地上にみなぎった。一重陰陽符、一重陰陽符第八章一重陰陽符、一重陰陽符神はノアと、箱舟の中にいたすべての生き物と、すべての家畜とを心に留められた。神が風を地の上に吹かせられたので、水は退いた。また淵の源と、天の窓とは閉ざされて、天から雨が降らなくなった。それで水は次第に地の上から引いて、150日の後には水が減り、箱舟は7月17日にアララテの山にとどまった。水は次第に減って、10月になり、10月1日に山々の頂が現れた。一重陰陽符、一重陰陽符師と語って、ノアはその作った箱舟の窓を開いて、カラスを放ったところ、カラスは地の上から水が乾ききるまで、あちらこちらへ飛び回った。ノアはまた地の表から、水が引いたかどうかを見ようと、彼のところから、鳩を放ったが、鳩は足の裏をとどめるところが見つからなかったので、箱舟のノアの元に帰ってきた。水がまだ全地の表にあったからである。彼は手を伸べて、これを捕らえ、箱舟の中の彼の元に引き入れた。それから7日待って再び鳩を箱舟から放った。ワトは夕方になって彼の元に帰ってきた。見ると、そのくちばしには、オリブの若葉があった。ノアは地から水が引いたのを知った。さらに7日待ってまた、鳩を放ったところ、もはや彼の元には帰ってこなかった。一重陰陽符、一重陰陽符601歳の1月1日になって、地の上の水吐かれた。ノアが箱舟の覆いを取り除いてみると、土の表は、乾いていた。2月27日になって、地は全く乾いた。この時、神はノアに言われた、あなたは妻と、子らと、子らの妻たちと共に箱舟を出なさい。あなたは、共にいる肉なるすべての生き物、すなわち鳥と家畜と、地のすべての這うものとを連れて出て、これらのものが地に群がり、地の上に増え広がるようにしなさい。ノアは共にいた子らと、妻と、子らの妻たちとを連れて出た。またすべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべて地の上に動くものはみんな、種類に従って箱舟を出た。一重陰陽符、一重陰陽符の輪は主に祭壇を築いて、すべての清い獣と、すべての清い鳥とのうちから取って、燔祭を祭壇の上に捧げた。主はその香ばしい香りを嗅いで、心に言われた、私はもはや二度と人のゆえに地を呪わない。人が心に思いはかることは、幼い時から悪いからである。私は、この旅したように、もう二度と、すべての生きたものを滅ぼさない。地のある限り、種まきの時も、刈り入れの時も、暑さ寒さも、夏冬も、昼も夜もやむことはないであろう。
一十陰陽符、一十陰陽符第九章一十陰陽符、一十陰陽符神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うすべてのもの、海のすべての魚は恐れをののいて、あなた方の支配に服し、すべて生きて動くものはあなた方の食物となるであろう。先に青草をあなた方に与えたように、私はこれらのものをみんなあなた方に与える。しかし肉を、その命である血のままで、食べてはならない。あなた方の命の血を流す者には、私は必ず報復するであろう。いかなる獣にも報復する。兄弟である人にも、私は人の命のために、報復するであろう。人の血を流す者は、人に血を流される。神が自分の形に人を作られたゆえに。あなた方は、埋めよ、増えよ、地に群がり、地の上に増えよ。一十陰陽符、一十陰陽符神はノア及び共にいる子らに言われた。私はあなた方及びあなた方の後の子孫と契約を立てる。またあなた方と共にいるすべての生き物、あなた方と共にいる鳥、家畜、地のすべての獣、すなわち、すべて箱舟から出たものは、地のすべての獣に至るまで、私はそれと契約を立てよう。私があなた方と立てるこの契約により、すべて肉なるものは、もはや洪水によって滅ぼされることはなく、また地を滅ぼす洪水は、再び起こらないであろう。さらに神は言われた、これは私と、あなた方及びあなた方と共にいるすべての生き物との間に代々限りなく、私が立てる契約の印である。すなわち、私は雲の中に、虹を置く。これが私と地との間の契約の印となる。私が雲を地の上に起こすとき、虹は雲の中に現れる。こうして、私は、私とあなた方、及びすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた契約を思い起こすゆえ、水は再び、すべて肉なるものを滅ぼす洪水とはならない。虹が雲の中に現れるとき、私はこれを見て、神が地上にあるすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた永遠の契約を思い起こすであろう。そして神はノアに言われた、これが私と地にあるすべて肉なるものとの間に、私が立てた契約の印である。一十陰陽符、一十陰陽符箱舟から出たノアの子らはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この三人はノアの子らで、全地の民は彼らから出て、広がったのである。一十陰陽符、一十陰陽符さてノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めたが、彼はブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは、地の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。セムとヤペテとは着物を取って、肩にかけ、後ろ向きに歩み寄って、父の裸を覆い、顔を背けて父の裸を見なかった。やがてノアは酔いが覚めて、末の子が彼にしたことを知ったとき、彼は言った、カナンは呪われよ。彼はしもべのしもべとなって、その兄弟たちに仕える。また言った、セムの神、主は褒むべきかな、カナンはそのしもべとなれ。神はヤペテを覆いならしめ、セムの天幕に彼を住まわせられるように。カナンはそのしもべとなれ、一十陰陽符、一十陰陽符ノアは洪水の後、なお350年生きた。ノアの年は合わせて950歳であった。そして彼は死んだ、一十陰陽符、一十陰陽符第十章一十陰陽符、一十陰陽符ノアの子セム、ハム、ヤペテの系図は次の通りである。洪水の後、彼らに子が生まれた。ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メセク、テラスであった。バックスラッシュバックスラッシュ U3000 バックスラッシュバックスラッシュ U3000 ゴメルの子孫はアシケナズ、リパテ、トガルマ。ヤワンの子孫はエリシャ、タルシシ、キッテム、ドダニムであった。これらから海沿いの地の国民が分かれて、おのおのその土地におり、その言語に従い、その氏族に従って、その国々に住んだ。一十陰陽符、一十陰陽符ハムの子孫はクシ、ミツライム、プテ、カナンであった。クシの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラーマ、サブテカであり、
ラーマの子孫はシバとデダンであった。クシの子はニムロデであって、このニムロデは聖の権力者となった最初の人である。彼は主の前に力ある狩猟者であった。これから、主の前に力ある狩猟者ニムロデのごとし、ということわざが起こった。彼の国は最初シナルの地にあるバベル、エレク、アカデ、カルネであった。彼はその地からアッスリアに出て、ニネベ、レホボテエリ、カラ、およびニネベとカラとの間にある大いなる長列線を建てた。ミツライムからルデ族、アナミ族、レハビ族、ナフト族、パテロス族、カスル族、カフトリ族が出た。カフトリ族からペリシテ族が出た。一十院養父、一十院養父カナンからその長子シドンが出て、またヘテが出た。その他エブス人、アモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、セニ人、アルワデ人、ゼマリ人、ハマテ人が出た。後になってカナン人の氏族が広がった。カナン人の境はシドンからゲラルを経てガザに至り、ソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムを経て、レシャに及んだ。これらはハムの子孫であって、その氏族とその言語とに従って、その土地と、その国々にいた。一十院養父、一十院養父セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクサデ、ルデ、アラムであった。アラムの子孫はウズ、ホル、ゲテル、マシであった。アルパクサデの子はシラ、シラの子はエベルである。エベルに二人の子が生まれた。その一人の名をペレグと言った。これは彼の第二地の民が分かれたからである。その弟の名をヨクタンと言った。ヨクタンにアルモダで、シャレフ、ハザルマウテ、エラ、ハドラム、ウザル、デクラ、オバル、アビマエル、シバ、オフル、ハビラ、ヨバブが生まれた。これらは皆ヨクタンの子であった。彼らが住んだところは、シャから東の山地セパルに及んだ。これらはセムの子孫であって、その氏族とその言語とに従って、その土地と、その国々にいた、一十院養父、一十院養父これらはノアの子らの氏族であって、血統に従って国々に住んでいたが、洪水の後、これらから地上の諸国民が分かれたのである。一十院養父、一十院養父第十一章一十院養父、一十院養父全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作って、よく焼こう。こうして彼らは石の代わりに、レンガを得、漆喰の代わりに、アスファルトを得た。彼らはまた言った。さあ、蝶と塔とを立てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を挙げて、全地の表に散るのを免れよう。時に主は下って、人の子たちの立てる蝶と塔とを見て、言われた。民は一つで、皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることは、もはや何事もとどめえないであろう。さあ、我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主が彼らをそこから全地の表に散らされたので、彼らは蝶を立てるのをやめた。これによってその蝶の名はバベルと呼ばれた。主がそこで地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地の表に散らされた。一十院養父、一十院養父セムの系図は次の通りである。セムは百歳になって洪水の二年の後にアルパクサデを産んだ。セムはアルパクサデを産んで後、五百年生きて、男子と女子を産んだ。一十院養父、一十院養父アルパクサデは三十五歳になってシラを産んだ。アルパクサではシラを産んで後、403年生きて、男子と女子を産んだ。一十院養父、一十院養父シラは30歳になってエベルを産んだ。シラはエベルを産んで後、403年生きて、男子と女子を産んだ。一十院養父、一十院養父エベルは34歳になってペレグを産んだ。エベルはペレグを産んで後、430年生きて、男子と女子を産んだ。一十院養父、一十院養父ペレグは30歳になってリュウを産んだ。ペレグはリュウを産んで後、209年生きて、
男子と女子を産んだ。一重陰陽符、一重陰陽符竜は32歳になってセルグを産んだ。竜はセルグを産んで後、207年生きて、男子と女子を産んだ。一重陰陽符、一重陰陽符セルグは30歳になってナホルを産んだ。セルグはナホルを産んで後、200年生きて、男子と女子を産んだ。一重陰陽符、一重陰陽符ナホルは29歳になってテラを産んだ。ナホルはテラを産んで後、119年生きて、男子と女子を産んだ。一重陰陽符、一重陰陽符テラは70歳になってアブラム、ナホル及びハランを産んだ。一重陰陽符、一重陰陽符テラの系図は次の通りである。テラはアブラム、ナホル及びハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランは父テラに先立って、その生まれた地、カルデヤのウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライと言い、ナホルの妻の名はミルカと言ってハランの娘である。ハランはミルカの父、またイスカの父である。サライは馬爪で、子がなかった。一重陰陽符、一重陰陽符テラはその子アブラムと、ハランの子であるマゴロトと、子アブラムの妻である嫁サライとを連れて、カナンの地へ行こうとカルデヤのウルを出たが、ハランについてそこに住んだ。テラの年は205歳であった。テラはハランで死んだ。一重陰陽符、一重陰陽符第12章一重陰陽符、一重陰陽符時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもととなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩は、あなたによって祝福される。一重陰陽符、一重陰陽符アブラムは主が言われたように出立った。ロトも彼と共に行った。アブラムはハランを出た時75歳であった。アブラムは妻サライと、弟のコロトと、集めたすべての財産と、ハランで得た人々とを携えてカナンに行こうとしていで立ち、カナンの地に来た。アブラムはその地を通ってシケムのところ、モレのテレビンの木のもとに着いた。その頃カナン人がその地にいた。時にオモはアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与えます。アブラムは彼に現れた主のために、そこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東の山に移って天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。そこに彼は主のために祭壇を築いて、主の名を呼んだ。アブラムはなお進んでネゲブに移った。一重陰陽符、一重陰陽符さて、その地に飢饉があったのでアブラムはエジプトに帰流しようと、そこに下った。飢饉がその地に激しかったからである。エジプトには居ろうとして、そこに近づいた時、彼は妻サライに言った。私はあなたが美しい女であるのを知っています。それでエジプト人があなたを見るとき、これは彼の妻であると言って私を殺し、あなたを生かしておくでしょう。どうかあなたは、私の妹だと言ってください。そうすれば私はあなたのおかげで無事であり、私の命はあなたによって助かるでしょう。アブラムがエジプトには行ったときエジプト人はこの女を見て、大層美しい人であるとし、またパロの高官たちも彼女を見てパロの前で褒めたので、女はパロの家に召し入れられた。パロは彼女の家にアブラムを厚くもてなしたので、アブラムは多くの羊、牛、雌雄のロバ、男女の奴隷を呼び、ラクダを得た。一重陰陽符、一重陰陽符ところで主はアブラムの妻サライの家に、激しい疫病をパロとその家に下された。パロはアブラムを召し寄せて言った。あなたは私に何ということをしたのですか。なぜ彼女が妻であるのを私に告げなかったのですか。あなたはなぜ、彼女は私の妹ですと言ったのですか。私は彼女を妻にしようとしていました。さあ、あなたの妻はここにいます。連れて行ってください。パロは彼のことについて人々に命じ、彼とその妻及びそのすべての持ち物を送り去らせた。一重陰陽符、一重陰陽符第13章一重陰陽符、一重陰陽符アブラムは妻とすべての持ち物を携え、エジプトを出て、ネゲブに登った。
ロトも彼と共に登った。一重引用符。一重引用符アブラムは家畜と金銀に非常に富んでいた。彼はネゲブから旅路を進めてベテルに向かい、ベテルとアイの間の、先に天幕を張ったところに行った。すなわち彼が初めに築いた祭壇のところに行き、そのところでアブラムは主の名を呼んだ。アブラムと共に行ったロトも羊、牛及び天幕を持っていた。その地は彼らを支えて共に住ませることができなかった。彼らの財産が多かったため、共に住めなかったのである。アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いがあった。その頃カナン人とペリジ人がその地に住んでいた。一重引用符。一重引用符アブラムはロトに言った。私たちは身内のものです。私とあなたの間にも、私の牧者たちとあなたの牧者たちの間にも争いがないようにしましょう。全地はあなたの前にあるではありませんか。どうか私と別れてください。あなたが左に行けば私は右に行きます。あなたが右に行けば私は左に行きましょう。ロトが目を上げてヨルダンの低地をあまねく見渡すと、オモがソドムとゴモラを滅ぼされる前であったから、ゾアルまで主の園のように、またエジプトの地のように、隅々までよく潤っていた。そこでロトは、ヨルダンの低地をことごとく選び取って東に移った。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住み、天幕をソドムに移した。ソドムの人々は悪く、主に対して、甚だしい罪人であった。一重引用符、一重引用符ロトがアブラムに別れた後に、主はアブラムに言われた。目を上げてあなたのいるところから来た。南、東、西を見渡しなさい。すべてあなたが見渡す地は、永久にあなたとあなたの子孫に与えます。私はあなたの子孫を地の塵のように多くします。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えられることができましょう。あなたは立って、その地を縦横に行き巡りなさい。私はそれをあなたに与えます。アブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのテレビンの木の傍らに住み、そのところで主に祭壇を築いた。一重引用符、一重引用符第14章一重引用符、一重引用符シナルの王アムラペル、エラサルの王アリオク、エラムの王ケダラオメルおよびゴイムの王テダルのように、これらの王はソドムの王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シナブ、ゼボイムの王セメベル、およびベラすなわちゾアルの王と戦った。これら五人の王は、稲同盟してシデムの谷、すなわち潮の海に向かって行った。すなわち彼らは十二年の間ケダラオメルに仕えたが、十三年目に背いたので、十四年目にケダラオメルは彼と連合した王たちと共に来て、アシタロテカルナイムでレパイム人を、ハムデズジ人を、シャベキリアタイムでエミ人を落ち、セールの産地で堀人を追って、荒野のほとりにあるエルパランに及んだ。彼らは引き返してエンミシパテすなわちカデシへ行って、アマレク人の国をことごとく打ち、またハザゾンタマルに住むアモリ人をも打った。そこでソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、ゼボイムの王及びベラすなわちゾアルの王は出てシデムの谷で彼らに向かい、戦いの陣を敷いた。すなわちエラムの王ケダラオメル、ゴイムの王テダル、シナルの王アムラペル、エラサルの王アリオクの4人の王に対する5人の王であった。シデムの谷にはアスファルトの穴が多かったので、ソドムの王とゴモラの王は逃げてそこに落ちたが、残りの者は山に逃れた。そこで彼らはソドムとゴモラの財産と食料等をことごとく奪って去り、またソドムに住んでいたアブラムの弟のコロトとその財産を奪って去った。一重引用符、一重引用符時に、一人の人が逃れてきて、ヘブル人アブラムに告げた。この時アブラムはエシコルの兄弟、またアネルの兄弟であるアモリ人マムレのテレビンの木の傍らに住んでいた。彼らはアブラムと同盟していた。アブラムは身内の者が捕虜になったのを聞き、訓練した家の子318人を引き連れてダンまで追って行き、そのしもべたちを分けて、夜彼らを攻め、これを撃ってダマスコの北、ホバまで彼らを追った。そして彼はすべての財産を取り返し、また身内のモノロトとその財産及び女たちと民とを取り返した。一重引用符、一重引用符アブラムがケダラオメルとその連合の王たちを打ち破って帰った時、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷に出て彼を迎えた。
その時、サレムのオーメルキゼデクはパンとブドウ酒とを持ってきた。彼ハイと高き神の祭司である。彼はアブラムを祝福していった。願わくは天地の主なる意と高き神が、アブラムを祝福されるように。願わくはあなたの敵をあなたの手に渡されたいと高き神が崇められるように。アブラムは彼にすべてのものの十分の一を送った。時にソドムの王はアブラムに言った。私には人をください。財産はあなたが取りなさい。アブラムはソドムの王に言った。天地の主なる意と高き神、主に手を挙げて、私は誓います。私は糸一本でも、靴紐一本でも、あなたのものは何にも受けません。アブラムを富ませたのは私だと、あなたが言わないように。ただし若者たちがすでに食べたものは別です。そして私と共に行った人々アネルとエシコルとマムレトにはその分を取らせなさい。一重引用符、一重引用符第15章一重引用符、一重引用符これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ恐れてはならない。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは、甚だ大きいであろう。アブラムは言った。主なる神よ、私には子がなく、私の家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに、あなたは私に何を下さろうとするのですか。アブラムはまた言った。あなたは私に子を賜らないので、私の家に生まれたしもべが、後継ぎとなるでしょう。この時、主の言葉が彼に臨んだ。この者はあなたの後継ぎとなるべきではありません。あなたの身から出る者が後継ぎとなるべきです。そして主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。一重引用符、一重引用符また主は彼に言われた。私はこの地をあなたに与えて、これを継がせようと、あなたをカルデヤのウルから導き出した主です。彼は言った、主なる神よ、私がこれを継ぐのをどうして知ることができますか。主は彼に言われた、三歳の雌牛と、三歳のメスヤギと、三歳のお羊と、山鳩と、家鳩の雛とを私のところに連れてきなさい。彼はこれらを皆連れてきて、二つに咲き、咲いたものを互いに向かい合わせておいた。ただし、鳥は咲かなかった。バックスラッシュ U3000洗い鳥が死体の上に降りるとき、アブラムはこれを追い払った。一重引用符、一重引用符日の入る頃、アブラムが深い眠りに襲われたとき、大きな恐ろしい暗闇が彼に臨んだ。時に王はアブラムに言われた、あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となって、その人々に仕え、その人々は彼らを400年の間、悩ますでしょう。しかし、私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。四代目になって彼らは、ここに帰ってくるでしょう。アモリ人の悪がまだ満ちないからです。一重引用符、一重引用符やがて火は入り、暗闇になった時、煙の立つかまど、炎の出る松明が、咲いた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。私はこの地をあなたの子孫に与える。エジプトの川から、カノ大川ユフラテまで。すなわちケニ人、ケニジ人、カドモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レパイム人、アモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人の地を与える。一重引用符、一重引用符第16章一重引用符、一重引用符アブラムの妻サライは子を産まなかった。彼女に一人の使い目があった。エジプトの女で名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。主は私に子を授けになりません。どうぞ、私の使い目のところにお入りください。彼女によって私は子を持つことになるでしょう。アブラムはサライの言葉を聞き入れた。アブラムの妻サライは、その使い目エジプトの女ハガルを取って、夫アブラムに妻として与えた。
これはアブラムがカナンの地に10年住んだ後であった。彼はハガルのところに入り、ハガルはこうはらんだ。彼女は自分のはらんだのを見て、女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った、私が受けた害はあなたの責任です。私の使い目をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分のはらんだのを見て、私を見下さげます。どうか、主があなたと私の間をお裁きになるように。アブラムはサライに言った、あなたの使い目はあなたの手の内にある。あなたの好きなように彼女にしなさい。そしてサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの顔を避けて逃げた。一十引用符主の死は荒野にある泉のほとり、すなわちシュルの道にある泉のほとりで、彼女に会い、そして言った、サライの使い目はがるよ、あなたはどこから来たのですか、またどこへ行くのですか。彼女は言った、私は女主人サライの顔を避けて逃げているのです。主の死は彼女に言った、あなたは女主人のもとに帰って、その手に身を任せなさい。主の死はまた彼女に言った、私は大いにあなたの子孫を増して、数えきれないほどに多くしましょう。主の死はまた彼女に言った、あなたは、身ごもっています。あなたは男の子を産むでしょう。名をイシマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞かれたのです。彼は呪場のような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手は彼に逆らい、彼はすべての兄弟に適して住むでしょう。そこで、ハガルは自分に語られた主の名を呼んで、あなたはエルロイです、と言った。彼女が、ここでも、私を見ていられる方の後ろを拝めたのか、と言ったことによる。それでその井戸は、ベールラハイロイと呼ばれた。これはカデシとベレデの間にある。一十引用符ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだ子の名をイシマエルと名付けた。ハガルがイシマエルをアブラムに産んだ時、アブラムは86歳であった。一十引用符第17章一十引用符アブラムの99歳の時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、善き者であれ。私はあなたと契約を結び、大いにあなたの子孫を増すであろう。アブラムは、ひれ伏した。神はまた彼に言われた、私はあなたと契約を結ぶ。あなたは多くの国民の父となるであろう。あなたの名は、もはやアブラムとは言われず、あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。私はあなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたに多くの子孫を得させ、国々の民をあなたから起こそう。また、王たちもあなたから出るであろう。私はあなた及び後の代々の子孫と契約を立てて、永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろう。私はあなたと後の子孫とにあなたの宿っているこの地、すなわちカナンの全地を永久の所有として与える。そして私は彼らの神となるであろう。一十引用符神はまたアブラハムに言われた。あなたと後の子孫とは共に代々私の契約を守らなければならない。あなた方の落ち男子は、な割礼を受けなければならない。これは私とあなた方及び後の子孫との間の私の契約であって、あなた方の守るべきものである。あなた方は、の川に割礼を受けなければならない。それが私とあなた方との間の契約の印となるであろう。あなた方のうちの男子は皆代々、家に生まれた者も、また異邦人から銀で買い取った、あなたの子孫でない者も、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。あなたの家に生まれた者も、あなたが銀で買い取った者も必ず割礼を受けなければならない。こうして私の契約はあなた方の身にあって永遠の契約となるであろう。割礼を受けない男子、すなわち前の皮を切らない者は私の契約を破るゆえ、その人は民のうちから断たれるであろう。一十引用符神はまたアブラハムに言われた。あなたの妻サライは、もはや名をサライと言わず、名をサラと言いなさい。私は彼女を祝福し、また彼女によって、あなたに一人の男の子を授けよう。私は彼女を祝福し、彼女を国々の民の母としよう。彼女から、
諸々の民の王たちが出るであろう。アブラハムはひれ伏して笑い、心の中で言った。100歳の者にどうして子が生まれよう。サラはまた90歳にもなって、どうして産むことができようか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシマエルがあなたの前に生きながらえますように。神は言われた。いや、あなたの妻サラはあなたに男の子を産むでしょう。名をイサクと名付けなさい。私は彼と契約を立てて、後の子孫のために永遠の契約としよう。またイシマエルについては、あなたの願いを聞いた。私は彼を祝福して多くの子孫を得させ、大いにそれを増すであろう。彼は十二人の君たちを産むであろう。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクと、私の契約を立てるであろう。一重引用符、一重引用符神はアブラハムと語り終え、彼を離れて、登られた。アブラハムは神が自分に言われたように、この日その子イシマエルと、すべて家に生まれたもの及びすべて銀で買い取ったもの、すなわちアブラハムの家の人々のうち、すべての男子を連れてきて、前の川に割礼を施した。アブラハムが前の川に割礼を受けた時は99歳、その子イシマエルが前の川に割礼を受けた時は13歳であった。この日アブラハムとその子イシマエルは割礼を受けた。またその家の人々は家に生まれた者も、銀で異邦人から買い取った者も皆、彼と共に割礼を受けた。一重引用符、一重引用符第18章一重引用符、一重引用符主はマムレのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れられた。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたが、目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て、天幕の入り口から走って行って彼らを迎え、地に身をかがめて、言った、我が思よ、もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞしもべを通り誤さないでください。水を少し取ってこさせますから、あなた方は足を洗って、この木の下でお休みください。私は一口のパンを取ってきます。元気をつけて、それからお出かけください。せっかくしもべのところにおいでになったのですから。彼らは言った、お言葉通りにしてください。そこでアブラハムは急いで天幕に入り、サラのところに行って言った、急いで細かい麦粉三セアを取り、こねてパンを作りなさい。アブラハムは牛の群れに走って行き、柔らかな良い子牛を取って若者に渡したので、急いで調理した。そしてアブラハムは羊乳と牛乳及び子牛の調理したものを取って、彼らの前に備え、木の下で彼らの傍らに立って給仕し、彼らは食事した。一重引用符、一重引用符彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにおられますか？彼は言った。天幕の中です。その一人が言った。来年の春、私は必ずあなたのところに帰ってきましょう。その時、あなたの妻サラには男の子が生まれているでしょう。サラは後ろの方の天幕の入り口で聞いていた。さてアブラハムとサラとは年が進み、老人となり、サラは女の月のものが、すでに止まっていた。それでサラは心の中で笑って言った。私は衰え、主人もまた老人であるのに、私に楽しみなどありえようか。主はアブラハムに言われた。なぜサラは、私は老人であるのに、どうして子を産むことができようかと言って笑ったのか。主にとって不可能なことがありましょうか。来年の春、定めの時に、私はあなたのところに帰ってきます。その時サラには男の子が生まれているでしょう。サラは恐れたので、これを打ち消して言った。私は笑いません。主は言われた。いや、あなたは笑いました。一重引用符、一重引用符その人々はそこを立ってソドムの方に向かったので、アブラハムは彼らを見送って共に行った。時にオモは言われた。私のしようとすることをアブラハムに隠してよいであろうか。アブラハムは必ず大きな強い国民となって、地のすべての民が皆、彼によって祝福を受けるのではないか。私は彼が後の子らと家族とに命じて主の道を守らせ、正義と行動とを行わせるために彼を知ったのである。これは主がかつてアブラハムについて言ったことを彼の上に望ませるためである。主はまた言われた、
ソドムとゴモラの叫びは大きく、またその罪は非常に重いので、私は今下って、私に届いた叫びの通りに、すべて彼らが行っているかどうかを見て、それを知ろう。一重陰陽符。一重陰陽符その人々はそこから身を巡らしてソドムの方に行ったが、アブラハムはなお、主の前に立っていた。アブラハムは近寄って言った、誠にあなたは正しいものを、悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。たとえ、あの町に50人の正しいものがあっても、あなたはなお、そのところを滅ぼし、その中にいる50人の正しいもののためにこれを許されないのですか。正しいものと悪いものとを一緒に殺すようなことを、あなたは決してなさらないでしょう。正しいものと悪いものとを同じようにすることも、あなたは決してなさらないでしょう。全地を裁く者は、御義を行うべきではありませんか。主は言われた、もしソドムで町の中に50人の正しいものがあったら、その人々のためにそのところをすべて許そう。アブラハムは答えて言った、私8リハイに過ぎませんが、あえて我が主に申します。もし50人の正しいもののうち5人かけたなら、その5人かけたために町を全く滅ぼされますか。主は言われた、もしそこに45人いたら、滅ぼさないであろう。アブラハムはまた重ねて主に言った、もしそこに40人いたら。主は言われた、その40人のために、これをしないであろう。アブラハムは言った、我が主よ、どうかお怒りにならぬよう。私は申します。もしそこに30人いたら。主は言われた、そこに30人いたら、これをしないであろう。アブラハムは言った、今私はあえて我が主に申します。もしそこに20人いたら。主は言われた、私はその20人のために滅ぼさないであろう。アブラハムは言った、我が主よ、どうかお怒りにならぬよう。私は今一度申します。もしそこに10人いたら。主は言われた、私はその10人のために滅ぼさないであろう。主はアブラハムと語り終わり、去って行かれた。アブラハムは自分のところに帰った。一重陰陽符。一重陰陽符第19章一重陰陽符。一重陰陽符その二人の御使は夕暮れにソドムに着いた。その時ロトは、ドムの門に座っていた。ロトは彼らを見て、立って迎え、地に伏して、言った。我が主よ、どうぞしもべの家に立ち寄って足を洗い、お泊まりください。そして朝早く起きてお立ちください。彼らは言った。いや、我々は広場で夜を過ごします。しかしロトが敷いて進めたので、彼らはついに彼のところに寄り、家には行った。ロトは彼らのために振る舞いを設け、種入れぬパンを焼いて食べさせた。ところが彼らの寝ないうちに、ソドムの町の人々は、若い者も老人も、民神な四方から来て、その家を囲み、ロトに叫んで言った。今夜お前のところに来た人々はどこにいるか。それをここに出しなさい。我々は彼らを知るであろう。ロトは入り口におる彼らのところに出て行き、後ろの戸を閉じて、言った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。私にまだ男を知らない娘が二人あります。私はこれをあなた方に差し出しますから、好きなようにしてください。ただ、私の屋根の下には行ったこの人たちには、何もしないでください。彼らは言った、退け。また言った、この男は渡ってきたよそ者であるのに、いつも、裁き人になろうとする。それで、我々は彼らに加えるよりも、お前に多くの害を加えよう。彼らはロトの身に激しく迫り、進み寄って戸を破ろうとした。その時、かの二人は手を伸べてロトを家の内に引き入れ、戸を閉じた。そして家の入り口におる人々を、老若の別なく打って目をくらましたので、彼らは入り口を探すのに疲れた。一重陰陽符、一重陰陽符二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにおりますか。あなたの婿、息子、娘及びこの町におるあなたの身内の者を、みんなここから連れ出しなさい。我々がこのところを滅ぼそうとしているからです。人々の叫びが主の前に大きくなり、主はこのところを滅ぼすために、我々を使わされたのです。そこでロトは出て行って、
その娘たちをメトルム子たちに告げて言った。立ってこのところから出なさい。主がこの町を滅ぼされます。しかしそれは婿たちには義務れごとに思えた。一重陰陽符、一重陰陽符屋が明けて、ミツカたちはロトを促して言った。バックスラッシュバックスラッシュ U3000 バックスラッシュバックスラッシュ U3000。立って、ここにいるあなたの妻と二人の娘とを連れ出しなさい。そうしなければ、あなたもこの町の不義のために滅ぼされるでしょう。彼はためらっていたが、主は彼に憐れみを施されたので、かの二人は彼の手と、その妻の手と、二人の娘の手を取って連れ出し、町の外に置いた。彼らを外に連れ出した時その一人は言った、逃れて、自分の命を救いなさい。後ろを振り返ってみてはならない。低地には、ここにも立ち止まってはならない。山に逃れなさい。そうしなければ、あなたは滅びます。ロトは彼らに言った、我が思いよ、どうか、そうさせないでください。しもべはすでにあなたの前に恵みを得ました。あなたは私の命を救って、大いなる慈しみを施されました。しかし私は、ままでは逃れることができません。災が身に追い迫って私は死ぬでしょう。あの蝶をご覧なさい。逃げていくのに近く、また小さい蝶です。どうか私をそこに逃れさせてください。それは小さいではありませんか。そうすれば私の命は助かるでしょう。ミシは彼に言った、私はこのことでもあなたの願いを入れて、あなたの言うその蝶は滅ぼしません。急いでそこへ逃れなさい。あなたがそこに着くまでは、私は何事もすることができません。これによって、その蝶の名はゾアルと呼ばれた。ロトがゾアルに着いたとき、火は地の上に昇った。一重陰陽符、一重陰陽符主は硫黄と火と主のところすなわち天からソドムとゴモラの上に降らせて、これらの町と、すべての低地と、その町々のすべての住民と、その地に湧いているものを、ことごとく滅ぼされた。しかしロトの妻は、シロを顧みたので塩の柱になった。アブラハムは朝早く起き、先に主の前に立ったところに行って、ソドムとゴモラの方、および低地の前面を眺めると、その地の煙が、かまどの煙のように立ち上っていた。一重陰陽符、一重陰陽符こうして神が低地の町々をこぼたれた時、すなわちロトの住んでいた町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えて、その滅びの中からロトを救い出された。一重陰陽符、一重陰陽符ロトはゾアルを出て登り、二人の娘と共に山に住んだ。ゾアルに住むのを恐れたからである。彼は二人の娘と共に、ホラー穴の中に住んだ。時に姉が妹に言った、私たちの父は老い、またこの地には世の習わしのように、私たちのところに来る男はいません。さあ、父に酒を飲ませ、共に寝て、父によって子を残しましょう。彼女たちはその夜、父に酒を飲ませ、姉が入って父と共に寝た。ロトは娘が寝たのも、起きたのも知らなかった。明くる日、姉は妹に言った、私は昨夜、父と寝ました。私たちは今夜もまた父に酒を飲ませましょう。そしてあなたが入って共に寝なさい。私たちは父によって子を残しましょう。彼らはその夜もまた父に酒を飲ませ、妹が行って父と共に寝た。ロトは娘の寝たのも、起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の娘たちは父によってはらんだ。姉娘は子を産み、その名をモアブと名付けた。これは今のモアブ人の先祖である。妹もまた子を産んで、その名をベニアンミと名付けた。これは今のアンモン人の先祖である。一重陰陽符、一重陰陽符第二十章一重陰陽符、一重陰陽符アブラハムはそこからネゲブの地に移って、カデシとシュルの間に住んだ。彼がゲラルに留まっていた時、アブラハムは妻サラのことを、これは私の妹です、と言ったので、ゲラルの王アビメレクは、人を使わしてサラを召し入れた。ところが神は夜の夢にアビメレクに臨んで言われた。あなたは召し入れたあの女のゆえに死なねばならない。彼女は夫のアルミである。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったので言った。主よ、あなたは正しい民でも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹ですと言ったではありませんか。
また彼女も自分で、彼は私の兄ですと言いました。私は心も清く、手も潔く、このことをしました。神はまた夢で彼に言われた。そうです。あなたが清い心を持ってこのことをしたのを知っていたから、私もあなたを守って、私に対して罪を犯させず、彼女に触れることを許さなかったのです。今彼の妻を返しなさい。彼は預言者ですから、あなたのために祈って、命を保たせるでしょう。もし返さないなら、あなたも身内の者も皆必ず死ぬと知らなければなりません。一十引用符。そこでアビメレクは朝早く起き、しもべたちをことごとく召し集めて、これらのことを皆語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。そしてアビメレクはアブラハムを召して言った。あなたは我々に何をするのですか？あなたに対して私がどんな罪を犯したために、あなたは私と私の国とに、大きな罪を負わせるのですか？あなたはしてはあらぬことを私にしたのです。アビメレクはまたアブラハムに言った。あなたは何と思って、このことをしたのですか？アブラハムは言った。このところには神を恐れるということが、全くないので、私の妻のゆえに人々が私を殺すと思ったからです。また彼女は本当に私の妹なのです。私の父の娘ですが、母の娘ではありません。そして、私の妻になったのです。神が私に父の家を離れて、行き巡らせた時、私は彼女に、あなたは私たちの行く先々で私を兄であると言ってください。これはあなたが私に施す恵みであると言いました。そこでアビメレクは羊、牛及び男女の奴隷を取ってアブラハムに与え、その妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った、私の地はあなたの前にあります。あなたの好きなところに住みなさい。またさらに言った、私はあなたの兄に銀千シケルを与えました。これはあなたの身に起こったすべてのことについて、あなたに償いをするものです。こうしてすべての人にあなたは正しいと認められます。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻及び、わしためたちを癒されたので、彼らは子を産むようになった。これは主が先にアブラハムの妻サラのゆえに、アビメレクの家のすべての者の腹を、固く閉ざされたからである。一十引用符。第21章一十引用符。一十引用符主は、先に言われたようにサラを顧み、告げられたようにサラに行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられた時になって、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは生まれた子、サラが産んだ男の子の名をイサクと名付けた。アブラハムは、神が命じられたように8日目にその子イサクに割礼を施した。アブラハムは、の子イサクが生まれた時100歳であった。そしてサラは言った、神は私を笑わせてくださった。聞く者はみんな私のことで笑うでしょう。また言った、サラが子に乳を飲ませるだろうと、誰がアブラハムに言えたであろう。それなのに、私は彼が年取ってから、子を産んだ。一十引用符。さて、幼子は育って乳離れした。イサクが乳離れした日にアブラハムは盛んな振る舞いを設けた。サラはエジプトの女ハガルのアブラハムに産んだ子が、自分の子イサクと遊ぶのを見て、アブラハムに言った、このワシタメとその子を追い出してください。このワシタメの子は私の子イサクと共に、世継ぎとなるべきものではありません。このことで、アブラハムはその子のために非常に心配した。神はアブラハムに言われた、あのわらべのため、またあなたのワシタメのために心配することはない。サラがあなたに言うことは、すべて聞き入れなさい。イサクに生まれるものが、あなたの子孫と唱えられるからです。しかし、ワシタメの子もあなたの子ですから、これをも、一つの国民とします。そこでアブラハムは明くる朝早く起きて、パンと水の皮袋とを取り、ハガルに与えて、肩に負わせ、その子を連れて去らせた。ハガルは去ってベールシバの荒野にさまよった。一十引用符。やがて皮袋の水が尽きたので、彼女はその子を木の下に置き、私はこの子の死ぬのを見るに忍びない、と言って、矢の届くほど離れていき、子供の方に向いて座った。彼女が子供の方に向いて座った時、
子供は声を上げて泣いた。神はわらべの声を聞かれ、神の主は天からハガルを呼んで言った。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神はあそこにいるわらべの声を聞かれた。立って行き、わらべを取り上げてあなたの手に抱きなさい。私は彼を大いなる国民とするであろう。神がハガルの目を開かれたので、彼女は水の井戸のあるのを見た。彼女は行って川袋に水を満たし、わらべに飲ませた。神はわらべと共にいまし、わらべは成長した。彼は荒野に住んで弓を射るものとなった。彼はパランの荒野に住んだ。母は彼のためにエジプトの国から妻を迎えた。一重引用符そのコロアビメレクとその軍勢の名がピコルはアブラハムに言った。あなたが何事をなさっても、神はあなたと共におられる。それゆえ、今ここで私をも、私の子をも、孫をも欺かないと、神を指して私に誓ってください。私があなたに親切にしたように、あなたも私と、このあなたの気流の地とに、しなければなりません。アブラハムは言った、私は誓います。一重引用符アブラハムはアビメレクの家来たちが、水の井戸を奪い取ったことについてアビメルクを責めた。しかしアビメレクは言った、誰がこのことをしたか私は知りません。あなたも私に告げたことはなく、私も今日まで聞きませんでした。そこでアブラハムは羊と牛とを取ってアビメレクに与え、二人は契約を結んだ。アブラハムがメスの子ぎ七頭を分けておいたところ、アビメレクはアブラハムに言った。あなたがこれらのメスの子羊七頭を分けておいたのは、何のためですか？アブラハムは言った。あなたは私の手からこれらのメスの子羊七頭を受け取って、私がこの井戸を掘ったことの証拠としてください。これによってそのところをベールシバと名付けた。彼らが二人そこで誓いをしたからである。このように彼らはベールシバで契約を結び、アビメレクとその軍勢の名がピコルは立ってペリシテの地に帰った。アブラハムはベールシバに一本の魚竜の木を植え、そのところで永遠の神、主の名を呼んだ。こうしてアブラハムは長い間ペリシテ人の地に留まった。一重引用符第22章一重引用符これらのことの後、神はアブラハムを試みて彼に言われた。アブラハムよ。彼は言った。ここにおります。神は言われた。あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行き、私が示す山で彼を燔祭として捧げなさい。アブラハムは朝早く起きて、ロバに鞍を置き、二人の若者と、その子イサクとを連れ、また燔祭の焚き木を割り、立って神が示されたところに出かけた。三日目に、アブラハムは目を上げて、遥かにその場所を見た。そこでアブラハムは若者たちに言った。あなた方は、ロバと一緒にここにいなさい。私とわらべは向こうへ行って礼拝し、その後、あなた方のところに帰ってきます。アブラハムは燔祭の焚き木を取って、その子イサクに負わせ、手に人刃物とを取って、二人一緒に行った。やがてイサクは父アブラハムに言った。父よ。彼は答えた。子よ、私はここにいます。イサクは言った。人焚き木とはありますが、燔祭の子羊はどこにありますか？アブラハムは言った。子よ、神自ら燔祭の子羊を備えてくださるであろう。こうして二人は一緒に行った。一重引用符彼らが神の示された場所に来た時、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、その子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムが手を差し伸べ、刃物を取ってその子を殺そうとした時、主の使が天から彼を呼んで言った。アブラハムよ、アブラハムよ。彼は答えた。はい、ここにおります。ミシが言った。わらべを手にかけてはならない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたの一人子をさえ、私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。この時アブラハムが目を上げてみると、後ろに、角をやぶにかけている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を捕らえ、それをその子の代わりに燔祭として捧げた。それでアブラハムは、のところの名をアドナイエレと呼んだ。これにより、
人々は今日もなお、主の山に備えあり、という。一重引用符、一重引用符主の主は再び天からアブラハムを呼んで、言った。主は言われた。私は自分を指して誓う。あなたがこのことをし、あなたの子、あなたの一人子をも惜しまなかったので、私は大いにあなたを祝福し、大いにあなたの子孫を増やして、天の星のように、浜辺の砂のようにする。あなたの子孫は木の門を打ち取り、また地の諸々の国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。あなたが私の言葉に従ったからである。アブラハムは若者たちのところに帰り、皆立って、共にベールシバへ行った。そしてアブラハムはベールシバに住んだ、一重引用符、一重引用符これらのことの後、ある人がアブラハムに告げて言った。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。長男はウズ、弟はブズ、次はアラムの父ケムエル、次はケセデ、ハゾ、ピルダシ、エデラフ、ベトエルです。ベトエルの子はリベカであって、これら8人はミルカがアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。ナホルのそばめで、ナオルマという女もまたテバ、ガハム、タハシおよびマーカを産んだ。一重引用符、一重引用符第23章一重引用符、一重引用符サラの一生は127年であった。これがサラの生きながら得た年である。サラはカナンの地のキリアテアルバすなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは中には行ってサラのために悲しみ泣いた。アブラハムは死人のそばから立って、ヘテの人々に言った。私はあなた方のうちの旅の者で気流者ですが、私の死人を出して葬るため、あなた方のうちに私の所有として一つの墓地をください。ヘテの人々はアブラハムに答えて言った。我が思いよ、お聞きなさい。あなたは我々のうちにおられて、神のような主君です。我々の墓地の最も良いところにあなたの死人を葬りなさい。その墓地を拒んで、あなたにその死人を葬らせない者は我々のうちには、一人もないでしょう。アブラハムは立ち上がり、その地の民ヘテの人々に礼をして、彼らに言った。もし私の死人を葬るのに同意されるなら、私の願いを入れて、私のためにゾハルの子エフロンに頼み、彼が持っている畑の端のマクペラの洞穴を十分な代価で私に与え、あなた方のうちに墓地を持たせてください。時にエフロンはヘテの人々のうちに座っていた。そこでヘテ人エフロンはヘテの人々、すなわちすべてその町の門にはいる人々の聞いているところで、アブラハムに答えて言った。いいえ、我が思いよ、お聞きなさい。私はあの畑をあなたに差し上げます。またその中にあるほら穴も差し上げます。私の民の人々の前で、それを差し上げます。あなたの死人を葬りなさい。アブラハムはその地の民の前で礼をし、その地の民の聞いているところでエフロンに言った。あなたがそれを承諾されるなら、お聞きなさい。私はその畑の代価を払います。お受け取りください。私の死人をそこに葬りましょう。エフロンはアブラハムに答えて言った。我が思いよ、お聞きなさい。あの地は銀400シケルですが、これは私とあなたの間で、何ほどのことでしょう。あなたの死人を葬りなさい。そこでアブラハムはエフロンの言葉に従い、エフロンがヘテの人々の聞いているところで言った銀、すなわち商人の通用銀400シケルを測ってエフロンに与えた。一重引用符、一重引用符こうしてマムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、畑も、その中のホラ穴も、畑の中及びその周囲の境にあるすべての木もみんな、ヘテの人々の前、すなわちその町の門にはいるすべての人々の前で、アブラハムの所有と決まった。その後、アブラハムはその妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわちヘブロンの前のマクペラの畑のホラ穴に葬った。このように畑とその中にあるホラ穴とは、ヘテの人々によってアブラハムの所有の墓地と定められた。一重引用符、一重引用符第24章一重引用符、一重引用符アブラハムは年が進んで老人となった。主はすべてのことにアブラハムを恵まれた。さてアブラハムは所有のすべてを管理させていた家の年長のしもべに言った。あなたの手を私の桃の下に入れなさい。私はあなたに天地の神、主を指して誓わせる。あなたは私が今一緒に住んでいるカナン人のうちから、
娘を私の子の妻に娶ってはならない。あなたは私の国へ行き、親族のところへ行って、私の子イサクのために妻を娶らなければならない。しもべは彼に言った、もしその女が私についてこの地に来ることを好まないときは、私はあなたの子をあなたの出身地に連れ帰るべきでしょうか。アブラハムは彼に言った、私の子は決して向こうへ連れ帰ってはならない。天の神、主は私を父の家、親族の地から導き出して私に語り、私に誓って、お前の子孫にこの地を与えると言われた。主は、御子をあなたの前に使わされるであろう。あなたはあそこから私の子に妻を娶らねばならない。けれどもその女があなたについてくることを好まないなら、あなたはこの誓いを解かれる。ただ私の子を向こうへ連れ帰ってはならない。そこでしもべは手を主人アブラハムの桃の下に入れ、このことについて彼に誓った。一重引用符、一重引用符しもべは主人のラクダのうちから十頭のラクダを取って出かけた。すなわち主人の様々の良いものを携え、立ってアラムナハライムに向かい、ナホルの町へ行った。彼はラクダを町の外の、水の井戸のそばに伏させた。時は夕暮れで、女たちが水を汲みに出る時刻であった。彼は言った、主人アブラハムの神、主よ、どうか、今日、私に幸せを授け、主人アブラハムに恵みを施してください。私は泉のそばに立っています。町の人々の娘たちが水を汲みに出てきたとき、娘に向かって、お願いです。あなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、娘が答えて、お飲みください。あなたのラクダにも飲ませましょうと言ったなら、そのものこそ、あなたがしもべイサクのために定められたものということにしてください。私はこれによって、あなたが私の主人に恵みを施されることを知りましょう。一重引用符、一重引用符彼がまだ言い終わらないうちに、アブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカのコベトエルの娘リベカが、水がめを肩に乗せて出てきた。その娘は非常に美しく、男を知らぬ処女であった。彼女が泉に降りて、水がめを満たし、上がってきた時、しもべは走り寄って、彼女に会って言った、お願いです。あなたの水がめの水を少し飲ませてください。すると彼女は、我が思いよ、お飲みくださいと言って、急いで水がめを自分の手に取り下ろして彼に飲ませた。飲ませ終わって、彼女は言った、あなたのラクダも皆飲み終わるまで、私は水を汲みましょう。彼女は急いで亀の水を水舟に開け、再び水を汲みに井戸に走って行って、すべてのラクダのために水を汲んだ。その間その人は主が彼の旅の祝福されるか、どうかを知ろうと、黙って彼女を見つめていた。一重引用符、一重引用符ラクダが飲み終わった時、その人は重さ半シケルの金の花は一つと、重さ十シケルの金の腕は二つを取って、言った。あなたは誰の娘か、私に話してください。あなたの父の家に私どもの泊まる場所がありましょうか。彼女は彼に言った。私はナホルの妻ミルカのコベトエルの娘です。また彼に言った。私どもには、藁も、貝歯もたくさんあります。また泊まる場所もあります。その人は頭を下げ、主を拝して、言った。主人アブラハムの神、主は褒むべきかな。主は私の主人に慈しみと、誠とを惜しまれなかった。そして主は旅にある私を主人の兄弟の家に導かれた。一重引用符、一重引用符娘は走って行って、母の家の者にこれらのことを告げた。リベカに一人の兄があって、名をラバンと言った。ラバンは泉のそばにいるその人のところへ走って行った。彼は花輪と妹の手にある腕輪とを見、また妹リベカが、その人は私にこう言った、というのを聞いて、その人のところへ行ってみると、その人は泉のほとりで、ラクダのそばに立っていた。そこでその人に言った、主に祝福された人よ、お入りください。なぜ外に立っておられますか？私は家を準備し、ラクダのためにも場所を準備しておきました。その人は家には行った。ラバンハラクダの荷を解いて、藁と貝歯をラクダに与え、また水を与えてその人の足と、その従者たちの足を洗わせた。そして彼の前に食物を備えたが、
彼は言った。私は用向きを話すまでは食べません。ラバンは言った。お話しください。一重引用符。一重引用符そこで彼は言った。私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福して、大いなるものとされました。主はまた彼に羊、牛、銀、金、男女の奴隷、ラクダ、ロバを与えられました。主人の妻サラは年老いてから、主人に男の子を産みました。主人は、所有をみんなこれに与えました。ところで主人は私に誓わせて言いました。私の住んでいる地のカナン人の娘を、私の子の妻にめとってはならない。お前は私の父の家、親族のところへ行って、私の子に妻をめとらなければならない。私は主人に言いました。もしその女が私について来ないときはどういたしましょうか。主人は私に言いました。私の仕えている主は、御子をお前と一緒に使わして、お前の旅に幸いを与えられるであろう。お前は私の親族、私の父の家から私の子に妻をめとらなければならない。その時、お前は私にした誓いから解かれるであろう。またお前が私の親族に行くとき、彼らがお前にその娘を与えないなら、お前は私にした誓いから解かれるであろう。一重引用符、一重引用符。私は今日、泉のところに来て言いました。主人アブラハムの神、主よ、どうか今私の行く道に幸いを与えてください。私はこの泉のそばに立っていますが、水を汲みに出てくる娘に向かって、お願いです。あなたの水がめの水を少し飲ませてくださいと言い、お飲みください。あなたのラクダのためにも、汲みましょうと私に言うなら、その娘こそ、主が私の主人の子のために定められた女ということにしてください。一重引用符、一重引用符。私が心の内でそう言い終わらないうちに、リベカが水がめを肩に乗せて出てきて、水を汲みに泉に降りたので、私は、お願いです。飲ませてくださいと言いますと、彼女は急いで水がめを肩から下ろし、お飲みください。私はあなたのラクダにも飲ませましょうと言いました。それで私は飲みましたが、彼女はラクダにも飲ませました。私は彼女に尋ねて、あなたは誰の娘ですかと言いますと、ナホルとその妻ミルカのコベトエルの娘ですと答えました。そこで私は彼女の鼻に鼻輪をつけ、手に腕輪をつけました。そして私は頭を下げて主を拝し、主人アブラハムの神、主を褒めたたえました。主は主人の兄弟の娘を子にめとらせようと、私を正しい道に導かれたからです。あなた方が、もし私の主人に慈しみと、誠を尽くそうと思われるなら、そうと私にお話しください。そうでなければ、そうでないとお話しください。それによって私は右か左に決めましょう。一重引用符、一重引用符。ラバンとベトエルは答えて言った。このことは主から出たことですから、私どもはあなたに良し悪しを言うことができません。リベカがここにおりますから連れて行って、主が言われたように、あなたの主人の子の妻にしてください。一重引用符、一重引用符。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞いて、地に伏し、主を拝した。そしてしもべは銀の飾りと、金の飾り、および衣服を取り出してリベカに与え、その兄と母とにも値の高い品々を与えた。彼と従者たちは飲み食いして宿ったが、明くる朝彼らが起きた時、しもべは言った。私を主人のもとに帰らせてください。リベカの兄と母とは言った。娘は数日、少なくとも10日、私どもと共にいて、それから行かせましょう。しもべは彼らに言った。主は私の道に幸いを与えられましたから、私を引き止めずに、主人のもとに帰らせてください。彼らは言った。娘を呼んで聞いてみましょう。彼らはリベカを呼んで言った。あなたはこの人と一緒に行きますか。彼女は言った。行きます。そこで彼らは妹リベカと、その乳母と、アブラハムのしもべと、その従者とを送り去らせた。彼らはリベカを祝福して彼女に言った。妹よ、あなたは、チヨロズの人の母となれ。あなたの子孫は、の敵の門を打ち取れ。リベカは立って侍女たちと共にラクダに乗り、その人に従って行った。しもべはリベカを連れて立ち去った。一重引用符、一重引用符。さてイサクはベールラハイロイから来て、
ネゲブの地に住んでいた。イサクは夕暮れ、野に出て歩いていたが、目を上げて、ラクダの来るのを見た。リベカは目を上げてイサクを見、ラクダから降りて、しもべに行った。私たちに向かって、野を歩いてくるあの人は誰でしょう。しもべは言った、あれは私の主人です。するとリベカは、カズキで身を覆った。しもべは自分がしたことのすべてをイサクに話した。イサクはリベカを天幕に連れて行き、リベカをめとって妻とし、彼女を愛した。こうしてイサクは母の死後、慰めを得た。一十引用符、一十引用符第25章一十引用符、一十引用符アブラハムは再び妻をめとった。名をケトラという。彼女はジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデアン、イシバク及びシュアを産んだ。ヨクシャンの子はシバとデダン。デダンの子孫はアシュリ人、レトシ人、レウミ人である。ミデアンの子孫はエパ、エペル、ヘノク、アビダ、エルダーであって、これらはミナケトラの子孫であった。アブラハムは、の所有をことごとくイサクに与えた。またそのそばめたちの子らにもアブラハムは物を与え、なお生きている間に彼らをその子イサクから離して、東の方、東の国に移らせた。一十引用符、一十引用符アブラハムの生きながら得た年は175年である。アブラハムは高齢に達し、老人となり、年が満ちて生きたえ、死んでその民に加えられた。その子イサクとイシマエルは彼をヘテ人ゾハルのコエフロンの畑にあるマクペラの洞穴に葬った。これはマムレの向かいにあり、アブラハムがヘテの人々から買い取った畑であって、そこにアブラハムとその妻サラが葬られた。アブラハムが死んだ後、神はその子イサクを祝福された。イサクはベールラハイロイのほとりに住んだ。一十引用符、一十引用符サラの使え目エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシマエルの系図は次の通りである。イシマエルの子らの名を世代に従って、その名を言えば次の通りである。すなわちイシマエルの長子はネバヨテ、次はケダル、アデビエル、ミブサム、ミシマ、ドマ、マッサ、ハダデ、テマ、エトル、ネフシ、ケデマ。これはイシマエルの子らであり、村と宿営とによる名であって、その氏族による12人の君たちである。イシマエルの弱いは137年である。彼は生き絶えて死に、その民に加えられた。イシマエルの子らはハビラからエジプトの東、シュルまでの間に住んで、アシュルに及んだ。イシマエルはすべての兄弟の東に住んだ。一十引用符、一十引用符アブラハムの子イサクの系図は次の通りである。アブラハムの子はイサクであって、イサクは40歳の時、パダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹リベカを妻にめとった。イサクは妻が子を産まなかったので、妻のために主に祈り願った。主はその願いを聞かれ、妻リベカは身ごもった。ところがその子らが体内で押し合ったので、リベカは言った。こんなことでは、私はどうなるでしょう。彼女は言って主に尋ねた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内にあり、二つの民があなたの腹から分かれて出る。一つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろう。彼女の出産の日が来た時、体内には双子があった。先に出たのは赤くて全身毛衣のようであった。それで名をエサウと名付けた。その後に弟が出た。その手はエサウのかかとを掴んでいた。それで名をヤコブと名付けて、あなたの前で私の報酬を調べるとき、私の正しいことが証明されるでしょう。もしも、ヤギの中にブチのないもの、まだらでないものがあったり、子羊の中に黒くないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるでしょう。ラバンは言った、よろしい。あなたの言われる通りにしましょう。そこでラバンはその日、オスヤギの島のあるもの、マダラのもの、すべてメスヤギのブチのもの、マダラのもの、すべてシラミを帯びているもの、またすべて子羊の中の黒いものを移してコラの手に渡し、ヤコブとの間に三日道の隔たりを設けた。ヤコブはラバンの残りの群れを買った。一十引用符、一十引用符ヤコブは、箱柳と、アメンドウと、鈴懸の木の生の枝を取り、
皮を剥いでそれに白い筋を作り、枝の白いところを表し、皮を剥いだ枝を、群れが来て水を飲む蜂、すなわち水船の中に、群れに向かわせておいた。群れは水を飲みに来た時に、孕んだ。すなわち群れは枝の前で、孕んで、島のある者、ブチの者、マダラの者を産んだ。ヤコブはその子羊を別に置いた。彼はまた群れの顔をラバンの群れの島のある者と、すべて黒い者とに向かわせた。そして自分の群れを別にまとめておいて、ラバンの群れには入れなかった。また群れの強い者が発情した時には、ヤコブは水舟の中に、その群れの目の前に、蚊の枝を置いて、枝の間で、孕ませた。けれども群れの弱い者の時には、それを置かなかった。こうして弱い者はラバンの者となり、強い者はヤコブの者となったので、この人は大いに富み、多くの群れと、男女の奴隷、およびラクダ、ロバを持つようになった。一十引用符、一十引用符第31章一十引用符、一十引用符。さてヤコブはラバンの子らが、ヤコブは我々の父の者をことごとく奪い、父の者によってあのすべての富を得たのだ、と言っているのを聞いた。またヤコブがラバンの顔を見るのに、それは自分に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた、あなたの先祖の国へ帰り、親族のもとに行きなさい。私はあなたと共にいるであろう。そこでヤコブは人をやって、ラケルとレアとを、野にいる自分の群れのところに招き、彼女らに言った、私があなた方の父の顔を見るのに、私に対して以前のようではない。しかし、私の父の神は私と共におられる。あなた方が知っているように、私は力の限り、あなた方の父に仕えてきた。しかし、あなた方の父は私を欺いて、十度も私の報酬を変えた。けれども神は彼が私に害を加えることをお許しにならなかった。もし彼が、ブチの者はあなたの報酬だと言えば、群れはみんなブチの者を産んだ。もし彼が、島のある者はあなたの報酬だと言えば、群れは皆島のある者を産んだ。こうして神はあなた方の父の家畜を取って私に与えられた。また群れが発情した時、私が夢に目を上げてみると、群れの上に乗っているオスヤギは皆島のある者、ブチの者、霜降りの者であった。その時、神の子が夢の中で私に言った、ヤコブよ。私は答えた、ここにおります。神の子は言った、目を上げてみてごらん。群れの上に乗っているオスヤギは皆島のある者、ブチの者、霜降りの者です。私はラバンがあなたにしたことを皆見ています。私はベテルの神です。かつてあなたはあそこで柱に油を注いで、私に誓いを立てましたが、今立ってこの地を出て、あなたの生まれた国へ帰りなさい。ラケルとレアは答えて言った、私たちの父の家に、なお私たちの浮くべき分、また資業がありましょうか。私たちは、地に他人のように思われているではありませんか。彼は私たちを売ったばかりでなく、私たちのその金をさえ使い果たしたのです。神が私たちの父から取り上げられた富は、皆私たちと私たちの子供のものです。だから何事でも神があなたにお告げになったことをしてください。一十引用符、一十引用符。そこでヤコブは立って、子らと妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜、すなわち彼がパダンアラムで得た家畜と、すべての財産を経営て、カナンの地におる父イサクのもとへ赴いた。その時ラバンは羊の毛を切るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラピムを盗み出した。またヤコブはアラム人ラバンを欺き、自分の逃げ去るのを彼に告げなかった。こうして彼はすべての持ち物を携えて逃げ、立って川を渡り、ギレアデの山地へ向かった。一十引用符、一十引用符。三日目になって、ヤコブの逃げ去ったことが、ラバンに聞こえたので、彼は一族を率いて、七日の間その後を追い、ギレアデの山地で追いついた。しかし、神は夜の夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたは心してヤコブに、よしあしを言ってはなりません。一十引用符、一十引用符。ラバンはついにヤコブに追いついたが、ヤコブが山に天幕を張っていたので、ラバンも一族と共にギレアデの山に天幕を張った。ラバンはヤコブに言った、あなたは何ということをしたのですか。
あなたは私を欺いて私の娘たちを戦の虜のように引いていきました。なぜあなたは私に告げずに、密かに逃げ去って私を欺いたのですか。私は手鼓や琴で喜び歌ってあなたを送り出そうとしていたのに。なぜ私の孫や娘に私が口づけするのを許さなかったのですか。あなたは愚かなことをしました。私はあなた方に害を加える力を持っているが、あなた方の父の神が昨夜私に告げて、お前は心して、ヤコブに良し悪しを言うなと言われました。今あなたが逃げ出したのは、父の家が非常に恋しくなったからでしょうが、なぜあなたは私の神を盗んだのですか。ヤコブはラバンに答えた。多分あなたが娘たちを私から奪い取るだろうと思って私は恐れたからです。誰のところにでもあなたの神が見つかったら、そのものを生かしてはおきません。何かあなたのものが私のところにあるか、我々の一族の前で、調べてみて、それをお取りください。ラケルが神を盗んだことをヤコブは知らなかったからである。一重陰陽符、一重陰陽符そこでラバンはヤコブの天幕に入り、またレアの天幕に入り、さらに二人のわしための天幕には行ってみたが、見つからなかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕には行った。しかし、ラケルはすでにテラピムを取って、ラクダの鞍の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンは、くまなく天幕の中を探したが、見つからなかった。その時ラケルは父に言った、私は女の常のことがあって、あなたの前に立ち上がることができません。我が思よ、どうかお怒りにならぬよう。彼は探したがテラピムは見つからなかった。一重陰陽符、一重陰陽符そこでヤコブは怒ってラバンを責めた。そしてヤコブはラバンに言った、私にどんな過ちがあり、どんな罪があって、あなたは私の後を激しく追ったのですか。あなたは私のものをことごとく探られたが、何かあなたの家のものが見つかりましたか。それを、ここに、私の一族と、あなたの一族の前に置いて、我々二人の間を裁かせましょう。私はこの20年、あなたと一緒にいましたが、その間あなたのメス羊もメスヤギも子を産み損ねたことはなく、また私はあなたの群れのお羊を食べたこともありませんでした。また野獣が、噛み裂いたものは、あなたの元に持ってこないで、自分でそれを償いました。また昼盗まれたものも、夜盗まれたものも、あなたは私にその償いを求められました。私のことを言えば、昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできませんでした。私はこの20年あなたの家族の一人でありました。私はあなたの二人の娘のために14年、またあなたの群れのために6年、あなたに仕えましたが、あなたは10度も私の報酬を変えられました。もし、私の父の神、アブラハムの神、イサクの賢む者が私と共におられなかったなら、あなたはきっと私を、空手で去らせたでしょう。神は私の悩みと、私の労苦とを顧みられて昨夜あなたを戒められたのです。一重陰陽符、一重陰陽符ラバンは答えてヤコブに言った。娘たちは私の娘、子供たちは私の孫です。また群れは私の群れ、あなたの見るものは皆私のものです。これらの私の娘たちのため、また彼らが産んだ子供たちのため、今日私は何をすることができましょうか。さあ、それでは私とあなたと契約を結んで、これを私とあなたとの間の証拠としましょう。そこでヤコブは石を取り、それを立てて柱とした。ヤコブはまた一族の者に言った、石を集めてください。彼らは石を取って、一つの石塚を作った。こうして彼らは、の石塚の傍らで食事をした。ラバンはこれをエガルサハドタと名付け、ヤコブはこれをガルエドと名付けた。そしてラバンは言った、この石塚は今日私とあなたとの間の証拠となります。それでその名はガルエドと呼ばれた。またミズパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである、我々が互いに別れた後も、どうか主が私とあなたとの間を見守られるように。もしあなたが私の娘を虐待したり、私の娘の他に妻をめとることがあれば、たとえそこに誰一人いなくても、神は私とあなたとの間の証人でいらせられる。一重陰陽符、一重陰陽符さらにラバンはヤコブに言った。
あなたと私との間に私が建てたこの石塚をご覧なさい。この柱をご覧なさい。この石塚を越えて私があなたに害を加えず、またこの石塚とこの柱を越えてあなたが私に害を加えないように、どうかこの石塚が証となり、この柱が証となるように。どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父の神が我々の間を裁かれるように。ヤコブは父イサクの賢む者によって誓った。そしてヤコブは山で犠牲を捧げ、一族を招いて、食事をした。彼らは食事をして山に宿った。一十陰陽符。一十陰陽符は来る朝ら晩は早く起き、孫と娘たちに口づけして彼らを祝福し、去って家に帰った。一十陰陽符。一十陰陽符第32章一十陰陽符。一十陰陽符さて、ヤコブが旅路に進んだ時、神の使たちが彼に会った。ヤコブは彼らを見て、これは神の陣営です、と言って、そのところの名をマハナイムと名付けた。一十陰陽符、一十陰陽符ヤコブはセールの地、エドムの野に住むアニエサウのもとに、先立って使者を遣わした。すなわちそれに命じて言った、あなた方は私の主人エサウにこう言いなさい。あなたのしもべヤコブはこう言いました。私はラバンのもとに起立して今までとどまりました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それで我が主に申し上げて、あなたの前に恵みを得ようと人を使わしたのです。一十陰陽符、一十陰陽符使者はヤコブのもとに帰って行った。私たちはあなたの兄エサウのもとへ行きました。彼もまたあなたを迎えようと400人を率いてきます。そこでヤコブは大いに恐れ、苦しみ、共にいる民及び羊、牛、ラクダを二つの組に分けて、言った。たとえ、エサウが来て、一つの組を追っても、残りの組は逃れるであろう。一十陰陽符、一十陰陽符ヤコブはまた言った。父アブラハムの神、父イサクの神よ、かつて私に、お前の国へ帰り、お前の親族に行け。私はお前を恵もうと言われた主よ。あなたがしもべに施されたすべての恵みと誠を私は受けるに足りないものです。私は、杖のほか何も持たないでこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの組にもなりました。どうぞ、アニエサウの手から私をお救いください。私は彼が来て、私を討ち、母や子供たちにまで及ぶのを恐れます。あなたは、かつて、私は必ずお前を恵み、お前の子孫を海の砂の数えがたいほど多くしようと言われました。一十陰陽符、一十陰陽符彼はその夜そこに宿り、持ち物のうちからアニエサウへの贈り物を選んだ。すなわちメスヤギ200、オスヤギ20、メス羊200、オ羊20、チチラクダ30とその子、メウシ40、オウシ10、メスロバ20、オロバ10。彼はこれらをそれぞれの群れに分けて、しもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。あなた方は私の先に進みなさい。そして群れと群れとの間には隔たりを置きなさい。また先頭の者に命じて言った。もし、兄エサウがあなたに会って、誰のしもべで、どこへ行くのか。あなたの前にあるこれらのものは誰のものかと尋ねたら、あなたのしもべヤコブのもので、我が思えさうに送る贈り物です。彼も私たちの後ろにおりますと言いなさい。彼は第二のものにも、第三のものにも、また群れ群れについていくすべてのものにも命じて言った。あなた方がエサウに会うときは、同じように彼に告げて、あなたのしもべヤコブも我々の後ろにおりますと言いなさい。ヤコブは、私が先に送る贈り物を持ってまず彼をなだめ、それから、彼の顔を見よう。そうすれば、彼は私を迎えてくれるであろうと思ったからである。こうして贈り物は彼に先立って渡り、彼はその夜、宿営に宿った。一十陰陽符、一十陰陽符彼はその夜起きて、二人の妻と二人の使い目と11人の子供とを連れて野牧の私を渡った。すなわち彼らを導いて川を渡らせ、また彼の持ち物を渡らせた。ヤコブは一人後に残ったが、一人の人が、夜明けまで彼と組み打ちした。ところでその人はヤコブに勝てないのを見て、ヤコブの桃のつがいに触ったので、ヤコブの桃のつがいが、その人と組み打ちする間に外れた。その人は言った、夜が明けるから私を去らせてください。ヤコブは答えた、
私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせません。その人は彼に言った、あなたの名は何と言いますか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたはもはや名をヤコブと言わず、イスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに、力を争って勝ったからです。ヤコブは尋ねて言った、どうか私にあなたの名を知らせてください。するとその人は、なぜあなたは私の名を聞くのですか、と言ったが、そのところで彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペニエルと名付けて言った。私は顔と顔を合わせて神を見たが、なお生きている。こうして彼がペニエルを過ぎるとき、火は彼の上に昇ったが、彼はその桃のゆえにびっこを引いていた。そのため、イスラエルの子らは今日まで、桃のつがいの上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブの桃のつがい、すなわち腰の筋に触ったからである。一重引用符。一重引用符第33章一重引用符。一重引用符さてヤコブは目を上げ、エサウが400人を率いてくるのを見た。そこで彼は子供たちを分けてレアとラケルと二人の使い目とに渡し、使い目とその子供たちを真っ先に置き、レアとその子供たちを次に置き、ラケルとヨセフを最後に置いて、自ら彼らの前に進み、七度身落ちにかがめて、兄に近づいた。一重引用符。一重引用符するとエサウは走ってきて迎え、彼を抱き、その首を抱えて口づけし、共に泣いた。エサウは目を上げて女と子供たちを見て言った。あなたと一緒にいるこれらの者は誰ですか。ヤコブは言った。神がしもべに授けられた子供たちです。そこで使い目たちは、の子供たちと共に近寄ってお辞儀した。レアもまたその子供たちと共に近寄ってお辞儀し、それからヨセフとラケルが近寄ってお辞儀した。するとエサウは言った、私が出会ったあのすべての群れはどうしたのですか。ヤコブは言った、我が主の前に恵みを得るためです。エサウは言った、弟よ、私は十分持っている。あなたのものは、あなたのものにしなさい。ヤコブは言った、いいえ、もし私があなたの前に恵みを得るなら、どうか、私の手から贈り物を受けてください。あなたが喜んで私を迎えてくださるので、あなたの顔を見て、神の顔を見るように思います。どうか私が持ってきた贈り物を受けてください。神が私を恵まれたので、私は十分持っていますから。こうして彼が敷いたので、彼は受け取った。一重引用符。一重引用符そしてエサウは言った。さあ、立って行こう。私が先に行く。ヤコブは彼に言った。ご存知のように、子供たちは、か弱く、また乳を飲ませている羊や牛を私が世話をしています。もし一日でも歩かせすぎたら群れは皆死んでしまいます。我が主よ、どうか、しもべの先においでください。私は私の前にいる家畜と子供たちの歩みに合わせて、ゆっくり歩いていき、セールで我が主と一緒になりましょう。一重引用符。一重引用符エサウは言った。それなら私が連れている者どものうち幾人かをあなたのもとに残しましょう。ヤコブは言った。いいえ、それには及びません。我が主の前に恵みを得させてください。その日エサウはセールへの帰途に着いた。ヤコブは立ってスコテに行き、自分のために家を建て、また家畜のために小屋を作った。これによってそのところの名はスコテと呼ばれている。一重引用符。一重引用符こうしてヤコブはパダンアラムから来て、無事カナンの地のシケムの町に着き、町の前に宿営した。彼は天幕を張ったのの一部をシケムの父ハモルの子らの手から百ケシタで買い取り、そこに祭壇を建てて、これをエルエロヘイスラエルと名付けた。一重引用符。一重引用符第34章一重引用符。一重引用符レアがヤコブに産んだ娘デナはその地の女たちに会おうと出かけていったが、その地の司、ヒビビとハモルの子シケムが彼女を見て、引き入れ、これと寝て恥ずかしめた。彼は深くヤコブの娘デナを慕い、この娘を愛して、年頃に娘に語った。シケムは父ハモルに言った。この娘を私の妻にめとってください。さてヤコブはシケムが、娘デナを汚したことを聞いたけれども、その子らが家畜を連れて野にいたので、彼らの帰るまで黙っていた。シケムの父ハモルはヤコブと話し合おうと、ヤコブのところに出てきた。
ヤコブの子らは野から帰り、このことを聞いて、悲しみ、かつ非常に怒った。シケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルに愚かなことをしたためで、こんなことは、してはならぬことだからである。一十因養父ハモルは彼らと語って言った。私の子シケムはあなた方の娘を心に慕っています。どうか彼女を彼の妻にください。あなた方は私たちと婚姻し、あなた方の娘を私たちに与え、私たちの娘をあなた方にめとってください。こうしてあなた方と私たちとは一緒に住みましょう。地はあなた方の前にあります。ここに住んで取引し、ここで財産を得なさい。シケムはまたデナの父と兄弟たちとに言った。あなた方の前に恵みを得させてください。あなた方が私に言われるものは、何でも差し上げましょう。たくさんの結納金と贈り物とをお求めになっても、あなた方の言われる通り差し上げます。ただこの娘は私の妻にください。一十因養父しかし、ヤコブの子らはシケムが彼らの妹デナを汚したので、シケムとその父ハモルに偽って答え、彼らに言った、我々は割礼を受けない者に妹をやることはできません。それは我々の恥とするところですから。ただ、こうなされば我々はあなた方に同意します。もしあなた方のうち男子が皆割礼を受けて、我々のようになるなら、我々の娘をあなた方に与え、あなた方の娘を我々にめとりましょう。そして我々はあなた方と一緒に住んで一つの民となりましょう。けれども、もしあなた方が我々に聞かず、割礼を受けないなら、我々は娘を連れて行きます。一十因養父彼らの言葉がハモルとハモルの子シケムとの心にかなったので、若者は、ためらわずにこのことをした。彼がヤコブの娘を愛したからである。また彼は、地の家のうちで一番重んじられたものであった。そこでハモルとその子シケムとは町の門に行き、町の人々に語って言った。この人々は我々と親しいから、この地に住まわせて、ここで取引をさせよう。地は広く、彼らを入れるに十分である。そして我々は彼らの娘を妻にめとり、我々の娘を彼らに与えよう。彼らが割礼を受けているように、もし我々のうちの男子がみんな、割礼を受けるなら、ただこのことだけで、この人々は我々に同意し、我々と一緒に住んで一つの民となるのだ。そうすれば彼らの家畜と財産とすべての獣とは、我々のものとなるではないか。ただ我々が彼らに同意すれば、彼らは我々と一緒に住むであろう。そこで町の門に出入りする者は皆ハモルとその子シケムトに聞き従って、町の門に出入りするすべての男子は割礼を受けた。一十因養父三日目になって彼らが痛みを覚えているとき、ヤコブの二人の子、すなわちデナの兄弟シメオンとレビとは、おのおの剣を取って、不意に町を襲い、男子をことごとく殺し、また剣の刃にかけてハモルとその子シケムトを殺し、シケムの家からデナを連れ出した。そしてヤコブの子らは殺された人々を剥ぎ、町をかすめた。彼らが妹を汚したからである。すなわち羊、牛、ロバ及び町にあるものと、野にあるもの、並びにすべての家財を奪い、その子女と妻たちをみんな虜にし、家の中にあるものをことごとくかすめた。そこでヤコブはシメオンとレビトに言った。あなた方は私をこの地の住民、カナン人とペリジ人に忌み嫌わせ、私に迷惑をかけた。私は、人数が少ないから、彼らが集まって私を攻め撃つならば、私も家族も滅ぼされるであろう。彼らは言った、私たちの妹を遊女のように彼が扱ってよいのですか。一十因養父第35章一十因養父時に神はヤコブに言われた。あなたは立ってベテルに登り、そこに住んで、あなたが先に兄エサウの顔を避けて逃れるとき、あなたに現れた神に祭壇を作りなさい。ヤコブは、その家族及び共にいるすべての者に言った。あなた方のうちにある異なる神々を捨て、身を清めて着物を着替えなさい。我々は立ってベテルに登り、そのところで私の苦難の日に私に答え、かつ私の行く道で共におられた神に祭壇を作ろう。そこで彼らは持っている異なる神々と、耳につけている耳輪をことごとくヤコブに与えたので、
ヤコブはこれをシケムのほとりにあるテレビンの木の下に埋めた。一重引用符。そして彼らは、いでたったが、大いなる恐れが周囲の町々に起こったので、ヤコブの子らの後を追う者はなかった。こうしてヤコブは共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼はそこに祭壇を築き、そのところをエルベテルと名付けた。彼が兄の顔を避けて逃れるとき、神がそこで彼に現れたからである。時にリベカの乳母デボラが死んで、ベテルの下の、カシの木の下に葬られた。これによってその木の名をアロンバクテと呼ばれた。一重引用符。さてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れて彼を祝福された。神は彼に言われた、あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名をもはやヤコブと呼んではならない。あなたの名をイスラエルとしなさい。こうして彼をイスラエルと名付けられた。神はまた彼に言われた、私は全能の神である。あなたは埋めよ、また増えよ。一つの国民、また多くの国民があなたから出て、王たちがあなたの身から出るであろう。私はアブラハムとイサクとに与えた地を、あなたに与えよう。またあなたの後の子孫にその地を与えよう。神は彼と語っておられたその場所から彼を離れて登られた。そこでヤコブは神が自分と語られたその場所に、一本の石の柱を立て、その上に燔祭りを捧げ、また油を注いだ。そしてヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた。一重引用符。こうして彼らはベテルを立ったが、エフラタに行き着くまでに、なお隔たりのあるところでラケルは産気づき、その産は重かった。その難産にあたって、サンバは彼女に言った。心配することはありません。今度も男の子です。彼女は死に臨み、魂の去ろうとするとき、この名をベノニと呼んだ。しかし、父はこれをベニヤミンと名付けた。ラケルは死んでエフラタ、すなわちベツレヘムの道に葬られた。ヤコブはその墓に柱を立てた。これはラケルの墓の柱であって、今日に至っている。イスラエルはまた、いでたってミグダルエダルの向こうに天幕を張った。一重引用符。イスラエルがその地に住んでいた時、ルベンは父のそばめビルハのところへ行って、これと寝た。イスラエルはこれを聞いた。一重引用符。さてヤコブの子らは12人であった。すなわちレアの子らはヤコブの長子ルベンとシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。ラケルの子らはセフとベニヤミン。ラケルの使い目ビルハの子らはダンとナフタリ。レアの使い目ジルパの子らはガドとアセル。これらはヤコブの子らであって、パダンアラムで彼に生まれたものである。一重引用符。ヤコブはキリアテアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいる父イサクのもとへ行った。ここはアブラハムとイサクとが起立したところである。イサクの年は180歳であった。イサクは年老い、日満ちて生きたえ、死んで、その民に加えられた。その子エサウとヤコブとは、これを葬った。一重引用符。第36章一重引用符。エサウ、すなわちエドムの系図は次の通りである。エサウはカナンの娘たちのうちから妻をめとった。すなわちヘテビとエロンの娘アダと、ヒビビとジベオンの子アナの娘アホリバマとである。また、イシマエルの娘ネバヨテの妹バスマテをめとった。アダはエリパズをエサウに産み、バスマテはリュウエルを産み、アホリバマはエウシ、ヤラム、コラを産んだ。これらはエサウの子であって、カナンの地で彼に生まれたものである。一重引用符。エサウは妻と子と娘と家のすべての人、家畜とすべての獣、またカナンの地で得たすべての財産を携え、兄弟ヤコブを離れて他の地へ行った。彼らの財産が多くて、一緒にいることができなかったからである。すなわち彼らが起立した地は彼らの家畜のゆえに、彼らを支えることができなかったのである。こうしてエサウはセールの産地に住んだ。エサウはすなわちエドムである。一重引用符。セールの産地におったエドム人の先祖エサウの系図は次の通りである。エサウの子らの名は、次の通りである。すなわちエサウの妻アダの子はエリパズ。
エサオの妻バスマテの子はリュエル。エリパズの子らはテマン、オマル、ゼポ、ガタム、ケナズである。テムナはエサオの子エリパズのそばめで、アマレクをエリパズに産んだ。これらはエサウの妻アダの子らである。リュエルの子らは次の通りである。すなわちナハテ、ゼラ、シャンマ、ミザであって、これらはエサウの妻バスマテの子らである。ジベオンの子アナの娘で、エサウの妻アホリバマの子らは次の通りである。すなわち彼女はエウシ、ヤラム、子らをエサウに産んだ。一重陰陽符、一重陰陽符エサウの子らの中で、族長たる者は次の通りである。すなわちエサウの長子エリパズの子らはテマンの族長、オマルの族長、ゼポの族長、ケナズの族長、コラの族長、ガタムの族長、アマレクの族長である。これらはエリパズから出た族長で、エドムの地におった。これらはアダの子らである。エサウのコリュエルの子らは次の通りである。すなわちナハテの族長、ゼラの族長、シャンマの族長、ミザの族長。これらはリュエルから出た族長で、エドムの地におった。これらはエサウの妻バスマテの子らである。エサウの妻アホリバマの子らは次の通りである。すなわちエウシの族長、ヤラムの族長、コラの族長。これらはアナの娘で、エサウの妻アホリバマから出た族長である。これらはエサウすなわちエドムの子らで、族長たるものである。一重陰陽符、一重陰陽符この地の住民ホリビとセールの子らは次の通りである。すなわちロタン、ショバル、ジベオン、アナ、デション、エゼル、デシャン。これらはセールの子ホリビトから出た族長で、エドムの地におった。ロタンの子らはホリ、ヘマムであり、ロタンの妹はテムナであった。ショバルの子らは次の通りである。すなわちアルワン、マナハテ、エバル、シポ、オナム。ジベオンの子らは次の通りである。すなわちアヤとアナ。このアナはヒジベオンのロバを飼っていたとき、荒野で温泉を発見したものである。アナの子らは次の通りである。すなわちデションとアホリバマ。アホリバマはアナの娘である。デションの子らは次の通りである。すなわちヘムダン、エシバン、イテラン、ケラン。エゼルの子らは次の通りである。すなわちビルハン、ザワン、アカン。デシャンの子らは次の通りである。すなわちウズとアラン。ホリビトから出た族長は次の通りである。すなわちロタンの族長、ショバルの族長、ジベオンの族長、アナの族長、デションの族長、エゼルの族長、デシャンの族長。これらはホリビトから出た族長であって、その氏族に従ってセールの地におったものである。一重陰陽符、一重陰陽符イスラエルの人々を治める王がまだなかった時、エドムの地を治めた王たちは次の通りである。ベオルのコベラはエドムを治め、その都の名はデナバであった。ベラが死んで、ボズラのゼラの子ヨバブがこれに代わって王となった。ヨバブが死んで、テマン人の地のホシャムがこれに代わって王となった。ホシャムが死んで、ベダデのコハダデがこれに代わって王となった。彼はモアブの野でニデアンを撃ったものである。その都の名はアビテであった。ハダデが死んで、マスレカのサムラがこれに代わって王となった。サムラが死んでイフラテ川のほとりにあるレホボテのサウルがこれに代わって王となった。サウルが死んでアクボルのコバールハナンがこれに代わって王となった。アクボルのコバールハナンが死んで、ハダルがこれに代わって王となった。その都の名はパウであった。その妻の名はメヘタベルといって、メザハブの娘マテレデの娘であった。一重陰陽符、一重陰陽符エサウから出た族長の名は、その氏族と住所と名に従って言えば次の通りである。すなわちテムナの族長、アルワの族長、エテテの族長、アホリバマの族長、エラの族長、ティノンの族長、ケナズの族長、テマンの族長、ミブザルの族長、マグデールの族長、イラムの族長。これらはエドムの族長たちであって、その領地内の住所に従って行ったものである。エドム人の先祖はサウである。一重陰陽符、
一重陰陽符第37章一重陰陽符。一重陰陽符ヤコブは父の気流の地、すなわちカナンの地に住んだ。ヤコブの子孫は次の通りである。一重陰陽符。一重陰陽符ヨセフは17歳の時、兄弟たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ子供で、父の妻たちビルハとジルパとの子らと共にいたが、ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。ヨセフは年寄り子であったから、イスラエルは他のどの子よりも彼を愛して、彼のために長袖の着物を作った。兄弟たちは父がどの兄弟よりも彼を愛するのを見て、彼を憎み、穏やかに彼に語ることができなかった。一重陰陽符、一重陰陽符ある時、ヨセフは夢を見て、それを兄弟たちに話したので、彼らは、ますます彼を憎んだ。ヨセフは彼らに言った、どうぞ私が見た夢を聞いてください。私たちが畑の中で束を結わえていた時、私の束が起きて立つと、あなた方の束が周りに来て、私の束を拝みました。すると兄弟たちは彼に向かって、あなたは本当に私たちの王になるのか、あなたは実際私たちを治めるのか、と言って、彼の夢とその言葉のゆえにますます彼を憎んだ。ヨセフはまた一つの夢を見て、それを兄弟たちに語って言った。私はまた夢を見ました。一月と十一の星とが私を拝みました。彼はこれを父と兄弟たちに語ったので、父は彼を咎めて言った。あなたが見たその夢はどういうのか。本当に私とあなたの母と、兄弟たちとが行って地に伏し、あなたを拝むのか。兄弟たちは彼を妬んだ。しかし父はこの言葉を心に留めた。一重陰陽符、一重陰陽符。さて兄弟たちがシケムに行って、父の羊の群れを飼っていた時、イスラエルはヨセフに言った。あなたの兄弟たちはシケムで羊を飼っているではないか。さあ、あなたを彼らのところへ使わそう。ヨセフは父に言った。はい、行きます。父は彼に言った。どうか、行って、あなたの兄弟たちは無事であるか、また群れは無事であるか見てきて、私に知らせてください。父が彼をヘブロンの谷から使わしたので、彼はシケムに行った。一人の人が彼に会い、彼が野をさまよっていたので、その人は彼に尋ねて言った。あなたは何を探しているのですか。彼は言った。兄弟たちを探しているのです。彼らが、どこで羊を飼っているのか、どうぞ私に知らせてください。その人は言った。彼らはここを去りました。彼らが、ドタンへ行こうというのを私は聞きました。そこでヨセフは兄弟たちの後を追って行って、ドタンで彼らに会った。ヨセフが彼らに近づかないうちに、彼らは遥かにヨセフを見て、これを殺そうと計り、互いに言った。あの夢見る者がやってくる。さあ、彼を殺して穴に投げ入れ、悪い獣が彼を食ったと言おう。そして彼の夢がどうなるか見よう。ルベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から救い出そうとして言った。我々は彼の命を取ってはならない。ルベンはまた彼らに言った。血を流してはいけない。彼を荒野のこの穴に投げ入れよう。彼に手を下してはならない。これはヨセフを彼らの手から救い出して父に返すためであった。さて、ヨセフが兄弟たちの元へ行くと、彼らはヨセフの着物、彼が着ていた長袖の着物を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ入れた。その穴は空で、その中に水はなかった。一重陰陽符、一重陰陽符。こうして彼らは座ってパンを食べた。時に彼らが目を上げてみると、イシマエル人の大将が、ラクダに香料と、乳香と、もつ薬とを追わせてエジプトへ降り行こうとギレアデからやってきた。バックスラッシュバックスラッシュユー三千バックスラッシュバックスラッシュユー三千。そこでユダは兄弟たちに言った。我々が弟を殺し、その地を隠して何の益があろう。さあ、我々は彼をイシマエル人に売ろう。彼は我々の兄弟、我々の肉親だから、彼に手を下ろしてはならない。兄弟たちはこれを聞き入れた。時にミディアン人の商人たちが通りかかったので、彼らはヨセフを穴から引き上げ、銀20シケルでヨセフをイシマエル人に売った。彼らはヨセフをエジプトへ連れて行った。一重陰陽符、一重陰陽符。さてルベンは穴に帰ってみたが、ヨセフが穴の中にいなかったので、
彼は衣服を裂き、兄弟たちの元に帰って行った。あの子はいない。ああ、私はどこへ行くことができよう。彼らはヨセフの着物を取り、オスヤギを殺して、着物をその地に浸し、その長袖の着物を父に持ち帰って行った。私たちはこれを見つけましたが、これはあなたの子の着物か、どうか見定めてください。父はこれを見定めて言った。我が子の着物だ。悪い獣が彼を食ったのだ。確かにヨセフは噛み裂かれたのだ。そこでヤコブは衣服を裂き、アラメを腰にまとって、長い間その子のために嘆いた。子らと娘らとはみんなりつって彼を慰めようとしたが、彼は慰められるのを拒んで言った。いや、私は嘆きながら陰府に下って、我が子の元へ行こう。こうして父は彼のために泣いた。さて、かのミデアンビトラはエジプトでパロの役人、自衛長ポテパルにヨセフを売った。一十引用符第38章一十引用符その頃ユダは兄弟たちを離れており、アドラムビトで、ナオヒラという者のところへ行った。ユダはそのところで、ナオシュアというカナンビトの娘を見て、これをめとり、そのところには行った。彼女は身ごもって男の子を産んだので、ユダは名をエルと名付けた。彼女は再び身ごもって男の子を産み、名をオナンと名付けた。また重ねて、男の子を産み、名をシラと名付けた。彼女はこの男の子を産んだ時、クジブにおった。ユダは長子エルのために、名をタマルという妻を迎えた。しかしユダの長子エルは、主の前に悪いものであったので、主は彼を殺された。そこでユダはオナンに言った、兄の妻のところには行って、彼女をめとり、兄に子供を得させなさい。しかしオナンはその子が自分のものとならないのを知っていたので、兄の妻のところに入った時、兄に子を得させないために地に漏らした。彼のしたことは主の前に悪かったので、主は彼をも殺された。そこでユダはその子の妻タマルに言った、私の子らが成人するまで、家父のままで、あなたの父の家にいなさい。彼は、シラもまた兄弟たちのように死ぬかもしれないと、思ったからである。それでタマルは行って父の家におった。一十引用符日が経ってシュアの娘ユダの妻は死んだ。その後、ユダはもう終わってその友アドラムビとヒラと共にテムナに登り、自分の羊の毛を切る者のところへ行った。時に、一人の人がタマルに告げて、あなたの舅が羊の毛を切るためにテムナに登ってくると言ったので、彼女は家父の衣服を脱ぎ捨て、カズキで身を覆い隠して、テムナへ行く道の傍らにあるエナイムの入り口に座っていた。彼女はシラが成人したのに、自分がその妻にされないのを知ったからである。ユダは彼女を見たとき、彼女が顔を覆っていたため、遊女だと思い、道の傍らで彼女に向かって言った。さあ、あなたのところにはいらせておくれ。彼はこの女が我が子の妻であることを知らなかったからである。彼女は言った、私のところにはいるため、何をくださいますか。ユダは言った、群れのうちのヤギの子をあなたにあげよう。彼女は言った、それをくださるまで、印を私にくださいますか。ユダは言った、どんな印をあげようか。彼女は言った、あなたの印と紐と、あなたの手にある杖と。彼はこれらを与えて彼女のところには行った。彼女はユダによって身ごもった。彼女は起きて去り、カズキを脱いで家父の衣服を着た。一十引用符やがてユダはその女から印を取り戻そうと、その友アドラム人に託してヤギの子を送ったけれども、その女を見出せなかった。そこで彼はそのところの人々に尋ねて行った。エナイムで道の傍らにいた遊女はどこにいますか。彼らは言った、ここには遊女はいません。彼はユダの元に帰って言った、私は彼女を見出せませんでした。またそのところの人々は、ここには遊女はいないと言いました。そこでユダは言った、女に持たせておこう。私たちは恥をかくといけないから。とにかく、私はこのヤギの子を送ったが、あなたは彼女を見出せなかったのだ。一十引用符ところが3月ほど経って、一人の人がユダに言った。あなたの嫁タマルは姦淫しました。その上、彼女は姦淫によって身ごもりました。
ユダは言った、彼女を引き出して焼いてしまえ。彼女は引き出された時、その舅に人を遣わして言った、私はこれを持っている人によって、身ごもりました。彼女はまた言った、どうか、この印と、紐と、杖とは誰のものか、見定めてください。ユダはこれを見定めて言った、彼女は私よりも正しい。私が彼女を我が子しらに与えなかったためである。彼は再び彼女を知らなかった。一重陰陽符。一重陰陽符さて彼女の出産の時が来たが、体内には双子があった。出産の時に一人の子が手を出したので、産婆はこれが先に出たと言い、日の糸を取ってその手に結んだ。そしてその子が手を引っ込めると、その弟が出たので、どうしてあなたは自分で破って出るのかと言った。これによって名はペレズと呼ばれた。その後、手に日の糸のある兄が出たので、名はゼラと呼ばれた。一重陰陽符、一重陰陽符第39章一重陰陽符。一重陰陽符さてヨセフは連れられてエジプトに下ったが、タロの役人で自衛長であったエジプト人ポテパルは、彼をそこに連れ下ったイシマエル人らの手から買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運なものとなり、その主人エジプト人の家におった。その主人は主が彼と共におられることと、主が彼の手のすることをすべて栄えさせられるのを見た。そこで、ヨセフは彼の前に恵みを得、そのそば近く仕えた。彼はヨセフに家を司らせ、持ち物を皆彼の手に委ねた。彼がヨセフに家とすべての持ち物を司らせた時から、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を恵まれたので、主の恵みは彼の家と畑とにあるすべての持ち物に及んだ。そこで彼は持ち物を皆ヨセフの手に委ねて、自分が食べるものの他は、何をも顧みなかった。一重陰陽符。一重陰陽符さてヨセフは姿が良く、顔が美しかった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて言った。私と寝なさい。ヨセフは拒んで、主人の妻に言った、ご主人は私がいるので家の中の何をも顧みず、その持ち物を皆私の手に委ねられました。この家には私よりも大いなるものはありません。またご主人はあなたを除いては、何をも私に禁じられませんでした。あなたがご主人の妻であるからです。どうして私はこの大きな悪を行って、神に罪を犯すことができましょう。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったけれども、ヨセフは聞き入れず、彼女と寝なかった。また共にいなかった。ある日ヨセフが無をするために家には行ったとき、家の者が一人もそこにいなかったので、彼女はヨセフの着物を捕らえて、私と寝なさい、と言った。ヨセフは着物を彼女の手に残して外に逃れ出た。彼女はヨセフが着物を自分の手に残して外に逃れたのを見て、その家の者どもを呼び、彼らに告げて言った、主人が私たちのところに連れてきたヘブル人は、私たちに戯れます。彼は私と寝ようとして、私のところには行ったので、私は大声で叫びました。彼は私が声を上げて叫ぶのを聞くと、着物を私のところに残して外に逃れ出ました。彼女はその着物を傍らに置いて、主人の帰ってくるのを待った。そして彼女は次のように主人に告げた、あなたが私たちに連れて来られたヘブルのしもべは私に戯れようとして、私のところには行ってきました。私が声を上げて叫んだので、彼は着物を私のところに残して外に逃れました。一重陰陽符、一重陰陽符主人はその妻が、あなたのしもべは、私にこんなことをした、と告げる言葉を聞いて、激しく怒った。そしてヨセフの主人は彼を捕らえて、王の囚人をつなぐ獄屋に投げ入れた。こうしてヨセフは獄屋の中におったが、主はヨセフと共におられて彼に慈しみを垂れ、獄屋番の恵みを受けさせられた。獄屋番は獄屋におるすべての囚人をヨセフの手に委ねたので、彼はそこでするすべてのことを行った。獄屋番は彼の手に委ねたことは一切顧みなかった。主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすことを栄えさせられた。一重陰陽符。一重陰陽符第40章一重陰陽符。一重陰陽符これらのことの後、エジプト王の給仕役と料理役とがその主君エジプト王に罪を犯した。パロは二人の役人、
すなわち給仕役の長と料理役の長に向かって行き通り、自衛長の家の監禁所、すなわちヨセフが繋がれている獄屋に入れた。自衛長はセフに命じて彼らと共におらせたので、ヨセフは彼らに仕えた。こうして彼らは監禁所で幾日かを過ごした。さて獄屋に繋がれたエジプト王の給仕役と料理役の二人は一夜のうちにそれぞれ意味のある夢を見た。ヨセフが朝、彼らのところへ行ってみると、彼らは悲しみに沈んでいた。そこでヨセフは自分と一緒に主人の家の監禁所にいるパロの役人たちに尋ねて言った。どうして、今日、あなた方の顔色が悪いのですか。彼らは言った。私たちは夢を見ましたが、解いてくれる者がいません。ヨセフは彼らに言った。解くことは神によるのではありませんか。どうぞ、私に話してください。一重引用符給仕役の長はその夢をヨセフに話していった。私が見た夢で、私の前に一本のブドウの木がありました。そのブドウの木に三つの枝があって、芽を出し、花が咲き、ブドウの房が熟しました。時に私の手に、パロの杯があって、私はそのブドウを取り、それをパロの杯に絞り、その杯をパロの手に捧げました。ヨセフは言った。その解き明かしはこうです。三つの枝は三日です。今から三日のうちにパロはあなたの頭を上げて、あなたを元の役目に返すでしょう。あなたは先に給仕役だった時にされたように、パロの手に杯を捧げられるでしょう。それで、あなたが幸せになられたら、私を覚えていて、どうか私に恵みを施し、私のことをパロに話して、この家から私を出してください。私は、実はヘブル人の地からさらわれてきたものです。またここでも私は地下の獄屋に入れられるようなことはしなかったのです。一重引用符料理役の長はその解き明かしの良かったのを見て、ヨセフに言った。私も夢を見たが、白いパンのカゴが三つ、私の頭の上にあった。一番上のカゴには料理役がパロのために作った様々な食物があったが、鳥が私の頭の上のカゴからそれを食べていた。ヨセフは答えて言った。その解き明かしはこうです。三つのカゴは三日です。今から三日のうちにパロはあなたの頭を上げ放して、あなたを木にかけるでしょう。そして鳥があなたの肉を食い取るでしょう。一重引用符さて三日目はパロの誕生日であったので、パロはすべての家来のために振る舞いを設け、家来のうちの給仕役の長の頭と、料理役の長の頭を挙げた。すなわちパロは給仕役の長を給仕役の職に返したので、彼はパロの手に杯を捧げた。しかしパロは料理役の長を木にかけた。ヨセフが彼らに解き明かした通りである。ところが、給仕役の長はヨセフを思い出さず、忘れてしまった。一重引用符第41章一重引用符2年の後パロは夢を見た。夢に、彼はナイル川のほとりに立っていた。すると、その川から美しい、肥え太った七頭の雌牛が上がってきて足を食っていた。その後、また醜い、痩せ細った他の七頭の雌牛が川から上がってきて、川の岸にいた雌牛のそばに立ち、その醜い、痩せ細った雌牛が、あの美しい、肥えた七頭の雌牛を食い尽くした。ここでパロは目が覚めた。彼はまた眠って、再び夢を見た。夢に、一本の茎に太った良い七つの穂が出てきた。その後また、痩せて、東風に焼けた七つの穂が出てきて、その痩せた穂が、あの太って実った七つの穂を飲み尽くした。ここでパロは目が覚めたが、それは夢であった。朝になって、パロは心が騒ぎ、人を使わして、エジプトのすべての魔術師とすべての知者とを呼び寄せ、彼らに夢を告げたが、これをパロに解き明かしうるものがなかった。一重引用符その時給仕役の長はパロに告げていった。私は今日、自分の過ちを思い出しました。かつてパロがしもべらに向かって行き通り、私と料理役の長と自衛長の家の監禁所にお入れになった時、私も彼も一夜のうちに夢を見、それぞれ意味のある夢を見ましたが、そこに自衛長のしもべで、一人の若いヘブル人が我々と共にいたので、彼に話したところ、彼は我々の夢を解き明かし、
その夢によって、それぞれ解き明かしをしました。そして彼が解き明かした通りになって、タロは私を職に返し、彼を木にかけられました。一重引用符、一重引用符。そこでパロは人を使わしてヨセフを呼んだ。人々は急いで彼を地下の獄屋から出した。ヨセフは、髭を剃り、着物を着替えてパロの元に行った。パロはヨセフに言った、私は夢を見たが、これを解き明かすものがない。聞くところによると、あなたは夢を聞いて、解き明かしができるそうだ。ヨセフはパロに答えて言った、いいえ、私ではありません。神がパロに平安をお告げになりましょう。パロはヨセフに言った、夢に私は川の岸に立っていた。その川から肥え太った、美しい七頭の雌牛が上がってきて足を食っていた。その後、弱く、非常に醜い、痩せ細った他の七頭の雌牛がまた上がってきた。私はエジプト全国で、このような醜いものをまだ見たことがない。ところがその痩せた醜い雌牛が、はじめの七頭の肥えた雌牛を食い尽くしたが、腹に入っても、腹には行ったことが知れず、やはりはじめのように醜かった。ここで私は目が覚めた。私はまた夢を見た。一本の茎に七つの実った良い穂が出てきた。その後、痩せ衰えて、東風に焼けた七つの穂が出てきたが、その痩せた穂が、あの七つの良い穂を飲み尽くした。私は魔術師に話したが、私にその訳を示し得るものはなかった。一重引用符。一重引用符。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がこれからしようとすることをパロに示されたのです。七頭の良い雌牛は七年です。七つの良い穂も七年で、夢は一つです。後に続いて、上がってきた七頭の痩せた醜い雌牛は七年で、東風に焼けた実の入らない七つの穂は七年の飢饉です。私がパロに申し上げたように、神がこれからしようとすることをパロに示されたのです。エジプト全国に七年の大豊作があり、その後七年の飢饉が起こり、その豊作は皆エジプトの国で忘れられて、その飢饉は国を滅ぼすでしょう。後に来るその飢饉が、非常に激しいから、その豊作は国のうちで記憶されなくなるでしょう。パロが二度重ねて夢を見られたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをされるからです。それゆえパロは今、悟く、かつ賢い人を訪ね出してエジプトの国を治めさせなさい。パロはこうして国中に監督を置き、その七年の豊作のうちに、エジプトの国の産物の五分の一を取り、続いてくる良い年々のすべての食料を彼らに集めさせ、穀物を食料として、パロの手でまちまちに蓄え守らせなさい。こうすれば食料は、エジプトの国に臨む七年の飢饉に備えて、この国のために蓄えとなり、この国は飢饉によって滅びることがないでしょう。一重引用符、一重引用符。このことはパロとそのすべての家来たちの目にかなった。そこでパロは家来たちに言った。我々は神の霊を持つこのような人を、他に見出し得ようか。またパロはヨセフに言った。神がこれをみんなあなたに示された。あなたのように悟く賢いものはない。あなたは私の家を治めてください。私の民はみなあなたの言葉に従うでしょう。私はただ王の位でだけあなたに勝る。パロはさらにヨセフに言った。私はあなたをエジプト全国の司とする。そしてパロは指輪を手から外して、ヨセフの手にはめ、アーザブの衣服を着せ、金の鎖を首にかけ、自分の第二の車に彼を乗せ、ひざまずけとその前に呼ばわらせ、こうして彼をエジプト全国の司とした。ついでパロはヨセフに言った、私はパロである。あなたの許しがなければエジプト全国で、誰も手足を上げることはできない。パロはヨセフの名をザフナテパネアと呼び、王の祭司ポテペラの娘アセナテを妻として彼に与えた。ヨセフはエジプトの国をめぐった。一重引用符、一重引用符。ヨセフがエジプトの王パロの前に立った時は30歳であった。ヨセフはパロの前を出て、エジプト全国をあまねくめぐった。さて七年の豊作のうちに地は豊かに物を産した。そこでヨセフはエジプトの国にできたその七年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに納めさせた。
すなわち町の周囲にある畑の食料をその町の中に収めさせた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。一十因養父、一十因養父基金の年の来る前にヨセフに二人の子が生まれた。これらは恩の妻子ポテペラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子の名をマナセと名付けていった。神が私にすべての苦難と父の家のすべてのことを忘れさせられた。また次の子の名をエフライムと名付けていった。神が私を悩みの地で豊かにせられた。一十因養父、一十因養父エジプトの国にあった七年の豊作が終わり、ヨセフの言ったように七年の飢饉が始まった。その飢饉はすべての国にあったが、エジプト全国には食物があった。やがてエジプト全国が飢えた時、民はパロに食物を叫び求めた。そこでパロはすべてのエジプト人に言った、ヨセフの元に行き、彼の言うようにせよ。飢饉が地の全面にあったので、ヨセフはすべての穀倉を開いて、エジプト人に売った。飢饉は、すますエジプトの国に激しくなった。飢饉が全地に激しくなったので、諸国の人々がエジプトのヨセフのもとに穀物を買うために来た。一十因養父、一十因養父第42章一十因養父、一十因養父ヤコブはエジプトに穀物があると知って、息子たちに言った。あなた方はなぜ顔を見合わせているのですか。また言った。エジプトに穀物があるということだが、あなた方はそこへ下って行って、そこから、我々のため穀物を買ってきなさい。そうすれば、我々は生きながらえて、死を免れるであろう。そこでヨセフの十人の兄弟は、穀物を買うためにエジプトへ下った。しかし、ヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった。彼が妻に会うのを恐れたからである。こうしてイスラエルの子らは、穀物を買おうと人々に混じってやってきた。カナンの地に飢饉があったからである。一十因養父、一十因養父時にヨセフは国の司であって、国のすべての民に穀物を売ることをしていた。ヨセフの兄弟たちは来て、地にひれ伏し、彼を拝した。ヨセフは兄弟たちを見て、それと知ったが、彼らに向かっては知らぬ者のようにし、荒々しく語った。すなわち彼らに言った、あなた方はどこから来たのか。彼らは答えた、食料を買うためにカナンの地から来ました。ヨセフは、兄弟たちであるのを知っていたが、彼らはヨセフとは知らなかった。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して、彼らに言った、あなた方は回し者で、この国の隙を伺うために来たのです。彼らはヨセフに答えた、いいえ、我が思よ、しもべらはただ食料を買うために来たのです。我々はみんな、一人の人の子で、真実なものです。しもべらは、あわしものではありません。ヨセフは彼らに言った、いや、あなた方はこの国の隙を伺うために来たのです。彼らは言った、しもべらは十二人兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子です。末の弟は今、父と一緒にいますが、他の一人はいなくなりました。ヨセフは彼らに言った、私が言った通り、あなた方は回し者です。あなた方をこうして試してみよう。パロの命にかけて誓います。末の弟がここに来なければ、あなた方はここを出ることはできません。あなた方の一人をやって弟を連れて来させなさい。それまであなた方をつないでおいて、あなた方に誠実があるかどうか、あなた方の言葉を試してみよう。パロの命にかけて誓います。あなた方は確かに回し者です。ヨセフは彼らを皆一緒に三日の間、監禁所に入れた。一十因養父、一十因養父三日目にヨセフは彼らに言った。こうすればあなた方は助かるでしょう。私は神を恐れます。もしあなた方が真実なものなら、兄弟の一人をあなた方のいる監禁所に残し、あなた方は穀物を携えて行って、家族の飢えを救いなさい。そして末の弟を私の元に連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉の本当であることが分かって、死を免れるでしょう。彼らはそのようにした。彼らは互いに言った。確かに我々は弟のことで罪がある。彼がしきりに願った時、その心の苦しみを見ながら、
我々は聞き入れなかった。それでこの苦しみに遭うのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあなた方にこの子供に罪を犯すなと言ったではないか。それにもかかわらずあなた方は聞き入れなかった。それで彼の血の報いを受けるのです。彼らはヨセフが聞き分けているのを知らなかった。相互の間に通訳者がいたからである。ヨセフは彼らを離れて行って泣き、また帰ってきて彼らと語り、その一人シメオンを捕らえて彼らの目の前で縛った。そしてヨセフは人々に命じて、彼らの袋に穀物を満たし、めいめいの銀を袋に返し、道中の食料を与えさせた。ヨセフはこのように彼らにした。一重引用符、一重引用符。彼らは穀物をロバに追わせてそこを去った。その一人が宿で、ロバに貝歯をやるため袋を開けてみると、袋の口に自分の銀があった。彼は兄弟たちに言った。私の銀は返してある。しかも見よ、それは袋の中にある。そこで彼らは非常に驚き、互いに震えながら言った。神が我々にされたこのことは何事だろう。一重引用符、一重引用符。こうして彼らはカナンの地にいる父ヤコブの元に帰り、その身に起こったことをことごとく告げていった。あの国の君は、我々に荒々しく語り、国を伺う回し者だと言いました。我々は彼に答えました。我々は真実なものであって回し者ではない。我々は十二人兄弟で、同じ父の子である。一人はいなくなり、末の弟は今父と共にカナンの地にいる。その国の君であるその人は我々に言いました。私はこうしてあなた方の真実なものであるのを知ろう。あなた方は兄弟の一人を私のもとに残し、穀物を携えて行って、家族の上を救いなさい。そして末の弟を私のもとに連れてきなさい。そうすればあなた方が回し者ではなく、真実なものであるのを知って、あなた方の兄弟を返し、この国であなた方に取引させましょう。一重引用符、一重引用符。彼らが袋のものを出してみると、めいめいの金包みが袋の中にあったので、彼らも父も金包みを見て恐れた。父ヤコブは彼らに言った、あなた方は私に子を失わせた。ヨセフはいなくなり、シメオンもいなくなった。今度はベニヤミンをも取り去る。これらは皆私の身に降りかかってくるのだ。ルベンは父に言った、もし私が彼をあなたのもとに連れて帰らなかったら、私の二人の子を殺してください。ただ彼を私の手に任せてください。私はきっと、あなたのもとに彼を連れて帰ります。ヤコブは言った、私の子はあなた方と共に下って行ってはならない。彼の兄は死に、ただ一人彼が残っているのだから。もしあなた方の行く道で彼が妻に会えば、あなた方は、白髪の私を悲しんで淫婦に下らせるであろう。一重引用符、一重引用符。第43章。一重引用符、一重引用符。飢饉はその地に激しかった。彼らがエジプトから携えてきた穀物を食い尽くしたとき、父は彼らに言った。また行って、我々のために少しの食料を買ってきなさい。ユダは父に答えて言った。あの人は我々を厳しく戒めて、弟が一緒でなければ、私の顔を見てはならないと言いました。もしあなたが弟を我々と一緒にやってくださるなら、我々は下って行って、あなたのために食料を買ってきましょう。しかし、もし彼をやられないなら、我々は下って行きません。あの人が我々に、弟が一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったのですから。イスラエルは言った。なぜ、もう一人の弟があるとあの人に言って、私を苦しめるのか。彼らは言った、あの人が我々と一族とのことを問いただして、父はまだ生きているか、もう一人の弟があるかと言ったので、問われるままに答えましたが、その人が、弟を連れて来いと言おうとは、どうして知ることができたでしょう。ユダは父イスラエルに言った、あの子を私と一緒にやってくだされば、我々は立って行きましょう。そして我々もあなたも、我々の子供らも生きながらえ、死を免れましょう。私が彼の身を受け合います。私の手から彼を求めなさい。もし私が彼をあなたのもとに連れ帰って、あなたの前に置かなかったら、私はあなたに対して永久に罪を負いましょう。
もし我々がこんなにためらわなかったら、今頃は二度も言ってきたでしょう。一十引用符。父イスラエルは彼らに言った。それではこうしなさい。この国の名産を器に入れ、携え下ってその人に贈り物にしなさい。すなわち少しの乳香、少しの蜜、香料、もつ薬、ふすだ臭、アメンド。そしてその上に、倍額の銀を手に持って行きなさい。また袋の口に返してあった銀は持って行って返しなさい。多分それは誤りであったのでしょう。弟も連れ、立って、またその人のところへ行きなさい。どうか全能の神がその人の前であなた方を憐れみ、もう一人の兄弟とベニヤミンとを、返させてくださるように。もし私が子を失わなければならないのなら、失ってもよい。そこでその人々は贈り物を取り、また倍額の銀を携え、ベニヤミンを連れ、立ってエジプトへ降り、ヨセフの前に立った。一十引用符。ヨセフはベニヤミンが彼らと共にいるのを見て、家塚さに言った。この人々を家に連れて行き、獣をほふって、支度するように。この人々は昼、私と一緒に食事をします。その人はヨセフの言ったようにして、この人々をヨセフの家へ連れて行った。ところがこの人々はヨセフの家へ連れて行かれたので恐れて行った。初めの時に袋に返してあったあの銀の家に、我々を引き入れたのです。そして我々を襲い、攻め、捕らえて奴隷とし、我々のロバをも奪うのです。彼らはヨセフの家塚さに近づいて、家の入り口で、言った。ああ、我が主よ、我々は最初、食料を買うために下ってきたのです。ところが宿に行って袋を開けてみると、めいめいの銀は袋の口にあって、銀の重さは元のままでした。それで我々はそれを持って参りました。そして食料を買うために、他の銀をも持って下ってきました。我々の銀を袋に入れた者が、誰であるかはわかりません。彼は言った、安心しなさい。恐れてはいけません。その宝はあなた方の神、あなた方の父の神が、あなた方の袋に入れてあなた方に賜ったのです。あなた方の銀は私が受け取りました。そして彼は、シメオンを彼らのところへ連れてきた。こうしてその人はこの人々をヨセフの家へ導き、水を与えて足を洗わせ、また、ロバに貝歯を与えた。彼らはそのところで食事をするのだと聞き、贈り物を整えて、昼にヨセフの来るのを待った。一十引用符。さてヨセフが家に帰ってきたので、彼らはその家に携えてきた贈り物をヨセフに捧げ、地に伏して、彼を拝した。ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方の父、あなた方が先に話していたその老人は無事ですか？なお生きながらえておられますか？彼らは答えた、あなたのしもべ、我々の父は無事で、なお生きながらえています。そして彼らは、頭を下げて拝した。ヨセフは目を上げて同じ母の子である弟ベニヤミンを見て言った、これはあなた方が前に私に話した末の弟ですか？また言った、我が子よ、どうか神があなたを恵まれるように。ヨセフは弟なつかしさに心が迫り、急いで泣く場所を訪ね、部屋には行って泣いた。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して言った、食事にしよう。そこでヨセフはヨセフ、彼らは彼ら、売食のエジプト人はエジプト人、と別々に席に着いた。エジプト人は、ムル人と共に食事することができなかった。それはエジプト人の忌むところであったからである。こうして彼らはヨセフの前に、長子は長子として、弟は弟として座らせられたので、その人々は互いに驚いた。またヨセフの前から、めいめいの分が運ばれたが、ベニヤミンの分は他のいずれの者の分よりも5倍多かった。こうして彼らは飲み、ヨセフと共に楽しんだ。一十引用符。第44章。さてヨセフは家塚さに命じて言った。この人々の袋に、運べるだけ多くの食料を満たし、めいめいの銀を袋の口に入れておきなさい。また私の杯、銀の杯をあの年下の者の袋の口に、穀物の代金と共に入れておきなさい。家塚さは、
セフの言葉の通りにした。夜が明けると、その人々と、ロバトは送り出されたが、町を出て、まだ遠くへ行かないうちに、ヨセフはイエズカサに言った。立って、あの人々の後を追いなさい。追いついて、彼らに言いなさい。あなた方はなぜ悪をもって善に報いるのですか？なぜ私の銀の杯を盗んだのですか？これは私の主人が飲む時に使い、またいつも占いに用いるものではありませんか？あなた方のしたことは悪いことです。一重引用符イエズカサが彼らに追いついて、これらの言葉を彼らに告げたとき、彼らは言った。我が主は、どうしてそのようなことを言われるのですか？しもべらは決してそのようなことはいたしません。袋の口で見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのところに持ち帰ったほどです。どうして、我々はご主人の家から銀や金を盗みましょう。しもべらのうちの誰のところでそれが見つかっても、その者は死に、また我々は我が主の奴隷となりましょう。イエズカサは言った、それではあなた方の言葉のようにしよう。灰の見つかった者は、私の奴隷とならなければならない。他の者は無罪です。そこで彼らは、めいめい急いで袋を地に下ろし、一人一人その袋を開いた。イエズカサは年上から探し始めて年下に終わったが、灰はベニヤミンの袋の中にあった。そこで彼らは衣服を裂き、おのおの、ロバに荷を負わせて町に引き返した。一重引用符だと兄弟たちとは、ヨセフの家には行ったが、ヨセフがなおそこにいたので、彼らはその前で地にひれ伏した。ヨセフは彼らに言った、あなた方のこの仕業は何事ですか？私のような人は、必ず占い当てることを知らないのですか？ユダは言った、我々は我が主に何を言い、何を述べ得ましょう。どうして我々は身の潔白を表し得ましょう。神がしもべらの罪を暴かれました。我々と、杯を持っていた者とは共に我が主の奴隷となりましょう。ヨセフは言った、私は決してそのようなことはしない。杯を持っている者だけが私の奴隷とならなければならない。他の者は安全に父のもとへ登って行きなさい。一重引用符この時ユダは彼に近づいて言った。ああ、我が主よ、どうぞ我が主の耳に一言言わせてください。しもべを怒らないでください。あなたはパロのような方です。我が主はしもべらに尋ねて、父があるか、また弟があるか、と言われたので、我々は我が主に言いました。我々には老齢の父があり、また年寄り子の弟があります。その兄は死んで、同じ母の子で残っているのは、ただこれだけですから父はこれを愛しています。その時あなたはしもべらに言われました。そのものを私のところへ連れてきなさい。私はこの目で彼を見よう。我々は我が主に言いました。その子供は父を離れることができません。もし父を離れたら父は死ぬでしょう。しかし、あなたはしもべらに言われました。末の弟が一緒に下ってこなければ、お前たちは再び私の顔を見ることはできない。それであなたのしもべである父のもとに登って、我が主の言葉を彼に告げました。ところで、父が、お前たちは再び行って、我々のために少しの食料を買ってくるようにと言ったので、我々は言いました。我々は下って行けません。もし末の弟が一緒であれば行きましょう。末の弟が一緒でなければ、あの人の顔を見ることができません。あなたのしもべである父は言いました。お前たちの知っている通り、妻は私に二人の子を産んだ。一人は外へ出たが、きっと先殺されたのだと思う。私は今になっても彼を見ない。もしお前たちがこの子をも私から取って行って、彼が妻に会えば、お前たちは、白髪の私を悲しんで淫婦に下らせるであろう。私があなたのしもべである父のもとに帰って行くとき、もしこの子供が一緒にいなかったら、どうなるでしょう。父の魂は、子供の魂に結ばれているのです。この子供が我々と一緒にいないのを見たら、父は死ぬでしょう。そうすればしもべらは、あなたのしもべである白髪の父を悲しんで淫婦に下らせることになるでしょう。しもべは父にこの子供の身を受け合って、
もし私がこの子をあなたの元に連れ帰らなかったら、私は父に対して永久に罪を負いましょうと言ったのです。どうか、しもべをこの子供の代わりに、我が主の奴隷としてとどまらせ、この子供を兄弟たちと一緒に登り行かせてください。この子供を連れずに、どうして私は父の元に登り行くことができましょう。父が才に会うのを見るに忍びません。一重引用符、一重引用符第45章一重引用符、一重引用符そこでヨセフはそばに立っているすべての人の前で、自分を制しきれなくなったので、人はみんなここから出てくださいと呼ばわった。それゆえヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、一人も彼のそばに立っている者はなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はこれを聞き、パロの家もこれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った、私はヨセフです。父はまだ生きながら得ていますか？兄弟たちは答えることができなかった。彼らは驚き恐れたからである。一重引用符。一重引用符ヨセフは兄弟たちに言った、私に近寄ってください。彼らが近寄ったので彼は言った、私はあなた方の弟ヨセフです。あなた方がエジプトに売ったものです。しかし私をここに売ったのを嘆くことも、悔やむこともいりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わされたのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、なお5年の間は耕すことも借り入れることもないでしょう。神は、あなた方の末を地に残すため、また大いなる急をもってあなた方の命を助けるために、私をあなた方より先に使わされたのです。それゆえ私をここに使わしたのはあなた方ではなく、神です。神は私をパロの父とし、その前科の主とし、またエジプト全国の司とされました。あなた方は父のもとに急ぎ上がって言いなさい。あなたの子ヨセフが、こう言いました。神が私をエジプト全国の主とされたから、ためらわずに私のところへ下ってきなさい。あなたは五千の地に住み、あなたも、あなたの子らも、孫たちも、羊も牛も、その他の者も皆、私の近くにおらせます。飢饉はなお五年続きますから、あなたも、家族も、その他の者も、皆困らないように、私はそこで養いましょう。あなた方と弟ベニヤミンが目に見る通り、あなた方に口ら語っているのはこの私です。あなた方はエジプトでの、私の一切の栄と、あなた方が見る一切のことを私の父に告げ、急いで私の父をここへ連れおりなさい。そしてヨセフは弟ベニヤミンの首を抱いて泣き、ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。またヨセフはすべての兄弟たちに口づけし、彼らを抱いて泣いた。そしてあと、兄弟たちは彼と語った。一重引用符、一重引用符時に、ヨセフの兄弟たちが来た、という噂がパロの家に聞こえたので、パロとその家来たちとは喜んだ。パロはヨセフに言った、兄弟たちに言いなさい。あなた方は、こうしなさい。獣に荷を負わせてカナンの地へ行き、父と家族とを連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方に、エジプトの地の良いものを与えます。あなた方は、この国の最も良いものを食べるでしょう。また彼らに命じなさい。あなた方は、こうしなさい。幼な子たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、父を連れてきなさい。家財に心を惹かれてはなりません。エジプト全国の良いものは、あなた方のものだからです。一重引用符、一重引用符イスラエルの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命に従って彼らに車を与え、また途中の食料をも与えた。また命名に晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300シケルと晴れ着5着とを与えた。また彼は地に次のようなものを送った。すなわちエジプトの良いものを負わせたロバ10頭と、穀物、パン及び父の道中の食料を負わせたメスロバ10頭。こうしてヨセフは兄弟たちを送り去らせ、彼らに言った。途中で争ってはなりません。彼らはエジプトから登ってカナンの地に入り、父ヤコブの元へ行って、彼に言った。ヨセフはなお生きていてエジプト全国の司です。ヤコブは気が遠くなった。彼らの言うことが信じられなかったからである。
そこで彼らはセフが語った言葉を残らず彼に告げた。父ヤコブはセフが自分を乗せるために送った車を見て元気づいた。そしてイスラエルは言った、満足だ。我が子ヨセフがまだ生きている。私は死ぬ前に行って彼を見よう。一十引用符、一十引用符第46章一十引用符、一十引用符イスラエルはその持ち物をことごとく携えて旅立ち、ベエルシバに行って、父イサクの神に犠牲を捧げた。この時、神は夜の幻のうちにイスラエルに語って言われた。ヤコブよ、ヤコブよ。彼は言った、ここにいます。神は言われた、私は神、あなたの父の神である。エジプトに下るのを恐れてはならない。私はあそこであなたを大いなる国民にする。私はあなたと一緒にエジプトにおり、また必ずあなたを導き上がるであろう。ヨセフが手ずからあなたの目を閉じるであろう。そしてヤコブはベエルシバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロの送った車に、父ヤコブと幼な子たちと妻たちを乗せ、またその家畜とカナンの地で得た財産を携え、ヤコブとその子孫はみんな共にエジプトへ行った。こうしてヤコブはその子と、孫及び娘と孫娘などその子孫を皆連れて、エジプトへ行った。一十引用符、一十引用符イスラエルの子らでエジプトへ行った者の名は次の通りである。すなわちヤコブとその子らであるが、ヤコブの長子はルベン。ルベンの子らはハノク、パル、ヘズロン、カルミ。シメオンの子らはエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル及びカナンの女の産んだコシャウル。レビの子らはゲルション、コハテ、メラリ。ユダの子らはエル、オナン、シラ、ペレズ、ゼラ。エルとオナンはカナンの地で死んだ。ペレズの子らはヘズロンとハムル。イッサカルの子らはトラ、プア、ヨブ、シムロン。ゼブルンの子らはセレデ、エロン、ヤリエル。これらと娘デナとは、がパダンアラムでヤコブに産んだ子らである。その子らと娘らは合わせて33人。ガドの子らはゼポン、ハギ、シュニ、エズボン、エリ、アロデ、アレリ。アセルの子らはエムナ、イシワ、イスイ、ベリア及び妹サラ。ベリアの子らはベルとマルキエル。これらはラバンが娘レアに与えたジルパの子らである。彼女はこれらをヤコブに産んだ。合わせて16人。ヤコブの妻ラケルの子らはセフとベニヤミンとである。エジプトの国でセフにマナセとエフライムとが生まれた。これはオンの祭司ポテペラの娘アセナテが彼に産んだものである。ベニヤミンの子らはベラ、ベケル、アシベル、ゲラ、ナーマン、エヒ、ロシ、ムッピム、ホパム、アルデ。これらはラケルがヤコブに産んだ子らである。合わせて14人。ダンの子はホシム。ナフタリの子らはヤジエル、グニ、エゼル、シレム。これらはラバンが娘ラケルに与えたビルハの子らである。彼女はこれらをヤコブに産んだ。合わせて7人。ヤコブと共にエジプトへ行ったすべての者、すなわち彼の身から出た者はヤコブの子らの妻を除いて、合わせて66人であった。エジプトでヨセフに生まれた子が2人あった。エジプトへ行ったヤコブの家の者は合わせて70人であった。一十引用符、一十引用符さてヤコブはユダを先にヨセフに使わして、五線で会おうと言わせた。そして彼らは、千の地へ行った。ヨセフは車を整えて、父イスラエルを迎えるために五線に登り、父に会い、その首を抱き、首を抱えて久しく泣いた。時に、イスラエルはヨセフに言った、あなたがなお生きていて、私はあなたの顔を見たので今は死んでもよい。ヨセフは兄弟たちと父の家族とに言った、私は登ってパロに言おう。カナンの地にいた私の兄弟たちと父の家族とが私のところへ来ました。この者らは羊を飼う者、家畜の牧者で、その羊、牛及び持ち物を皆携えてきました。もしパロがあなた方を召して、あなた方の職業は何かと言われたら、しもべらは幼い時からずっと家畜の牧者です。我々も、我々の先祖もそうですと言いなさい。そうすればあなた方は、千の地に住むことができましょう。羊飼はすべて、エジプト人の忌むものだからです。
一重陰陽符。一重陰陽符第47章一重陰陽符。一重陰陽符ヨセフは言って、タロに言った。私の父と兄弟たち、その羊、牛及びすべての持ち物がカナンの地から来て、今ゴセンの地におります。そしてその兄弟のうちの五人を連れて行って、タロに会わせた。タロはヨセフの兄弟たちに言った。あなた方の職業は何か。彼らはタロに言った。しもべらは羊を飼うものです。我々も、我々の先祖もそうです。彼らはまたタロに言った。この国に起立しようとしてきました。カナンの地は飢饉が激しく、しもべらの群れのための牧草がないのです。どうかしもべらをゴセンの地に住ませてください。タロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある。地の最も良いところにあなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。ゴセンの地に彼らを住ませなさい。もしあなたが彼らのうちに有能なものがあるのを知っているなら、そのものに私の家畜を司らせなさい。一重陰陽符、一重陰陽符。そこでヨセフは父ヤコブを導いてパロの前に立たせた。ヤコブはパロを祝福した。パロはヤコブに言った。あなたの年はいくつか。ヤコブはパロに言った。私の旅路の年月は、130年です。私の弱いの日はわずかで、不幸せで、私の先祖たちの弱いの日と旅路の日には及びません。ヤコブはパロを祝福し、パロの前を去った。ヨセフはパロの命じたように、父と兄弟たちとの住まいを定め、彼らにエジプトの国で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。またヨセフは父と兄弟たちと父の前家とに、家族の数に従い、食物を与えて養った。一重陰陽符、一重陰陽符。さて、飢饉が非常に激しかったので、全地に食物がなく、エジプトの国もカナンの国も、飢饉のために衰えた。それでヨセフは人々が買った穀物の代金としてエジプトの国とカナンの国にあった銀を皆集め、その銀をパロの家に納めた。こうしてエジプトの国とカナンの国に銀が尽きた時、エジプト人は皆ヨセフの元に来て言った。食物をください。銀が尽きたからとて、どうしてあなたの前で死んでよいでしょう。ヨセフは言った。あなた方の家畜を出しなさい。銀が尽きたのなら、あなた方の家畜と引き換えで食物を渡そう。彼らはヨセフのところへ家畜を引いてきたので、ヨセフは馬と羊の群れと牛の群れ及びロバと引き換えで、食物を彼らに渡した。こうして彼はその年、すべての家畜と引き換えた食物で彼らを養った。やがてその年は暮れ、次の年、人々はまたヨセフのところへ来て行った。我が主には何事も隠しません。我々の銀は尽き、獣の群れも我が主のものになって、我々の体と電池の他は我が主の前に何も残っていません。我々はどうして電池と一緒に、あなたの目の前で滅んでよいでしょう。我々と電池とを食物と引き換えで買ってください。我々は電池と一緒にパロの奴隷となりましょう。また種をください。そうすれば我々は生きながらえ、死を免れて、電池も荒れないでしょう。一重陰陽符。一重陰陽符。そこでヨセフはエジプトの電池をミナパロのために買い取った。飢饉がエジプト人に厳しかったので、めいめいその田畑を売ったからである。こうして地はパロのものとなった。そしてヨセフはエジプトの国境のこの端からかの端まで民を奴隷とした。ただ祭司の電池は買い取らなかった。祭司にはパロの給与があって、パロが与える給与で生活していたので、その電池を売らなかったからである。ヨセフは民に言った。私は今日、あなた方とその電池とを買い取って、パロのものとした。あなた方に種をあげるから地に撒きなさい。収穫の時は、その五分の一をパロに納め、五分の四を自分のものとして田畑の種とし、自分と家族の食料とし、また子供の食料としなさい。彼らは言った。あなたは我々の命をお救いくださった。どうか我が主の前に恵みを得させてください。我々はパロの奴隷になりましょう。ヨセフはエジプトの電池について、収穫の五分の一をパロに納めることを掟としたが、それは今日に及んでいる。ただし祭司の電池だけはパロのものとならなかった。
一住院養父、一住院養父さてイスラエルはエジプトの国で五千の地に住み、そこで財産を得、子を産み、大いに増えた。ヤコブはエジプトの国で17年生きながら得た。ヤコブの齢の日は147年であった。一住院養父、一住院養父イスラエルは死ぬ時が近づいたので、その子ヨセフを呼んで言った。もし私があなたの前に恵みを得るなら、どうか手を私の桃の下に入れて誓い、親切と誠実と思って私を取り扱ってください。どうか私をエジプトには葬らないでください。私が先祖たちと共に眠る時には、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってください。ヨセフは言った、あなたの言われたようにいたします。ヤコブがまた、私に誓ってくださいと言ったので、彼は誓った。イスラエルは床の頭で拝んだ。一住院養父、一住院養父第48章一住院養父、一住院養父これらのことの後に、あなたの父は、今病気ですとヨセフに告げるものがあったので、彼は二人の子、マナセとエフライムとを連れて行った。時に人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたの元に来ました、と言ったので、イスラエルは勤めて床の上に座った。そしてヤコブはヨセフに言った、先に全能の神がカナンのチルズで私に現れ、私を祝福して、言われた、私はお前に多くの子を得させ、お前を増やし、お前を多くの国民としよう。また、この地をお前の後の子孫に与えて永久の所有とさせる。エジプトにいるあなたのところに私が来る前に、エジプトの国で生まれたあなたの二人の子は今私の子とします。すなわちエフライムとマナセとは、ベンとシメオンと同じように私の子とします。ただし彼らの後にあなたに生まれた子らはあなたのものとなります。しかし、その子業はその兄弟の名で呼ばれるでしょう。私がパダンから帰ってくる途中ラケルはカナンの地で死に、私は悲しんだ。そこはエフラタに行くまでには、なお隔たりがあった。私はエフラタ、すなわちベツレヘムへ行く道の傍らに彼女を葬った。一住院養父、一住院養父ところで、イスラエルはヨセフの子らを見て言った。これは誰ですか？ヨセフは父に言った。神がここで私にくださった子供です。父は言った。彼らを私のところに連れてきて、私に祝福させてください。イスラエルの目は老齢のゆえに、霞んで見えなかったが、ヨセフが彼らを父のところに近寄らせたので、父は彼らに口づけし、彼らを抱いた。そしてイスラエルはヨセフに言った。あなたの顔が見られようとは思わなかったのに、神はあなたの子らをも私に見させてくださった。そこでヨセフは彼らをヤコブの膝の間から取り出し、地に伏して拝した。ヨセフはエフライムを右の手に取ってイスラエルの左の手に向かわせ、マナセを左の手に取ってイスラエルの右の手に向かわせ、二人を近寄らせた。すると、イスラエルは右の手を述べて弟エフライムの頭に置き、左の手をマナセの頭に置いた。マナセは長子であるが、ことさらそのように手を置いたのである。そしてヨセフを祝福していった、我が先祖アブラハムとイサクの仕えた神、生まれてから今日まで私を養われた神、すべての災から私をあがなわれた御主よ、この子供たちを祝福してください。また我が名と先祖アブラハムとイサクの名とが、彼らによって唱えられますように、また彼らが地の上に増え広がりますように、一住院養父、一住院養父ヨセフは父が右の手をエフライムの頭に置いているのを見て不満に思い、父の手を取ってエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。そしてヨセフは父に言った、父よ、そうではありません。こちらが長子です。その頭に右の手を置いてください。父は拒んで言った、わかっている。子よ、私にはわかっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大いなるものとなり、その子孫は多くの国民となるであろう。こうして彼はこの日、彼らを祝福していった。あなたを指して、イスラエルは、人を祝福して言うであろう。神があなたをエフライムのごとく、またマナセのごとくにせられるように。このように、彼はエフライムをマナセの先に立てた。イスラエルはまたヨセフに言った。私はやがて死にます。しかし、神はあなた方と共におられて、
あなた方を先祖の国に導き返されるであろう。なお私は一つの分を兄弟よりも多くあなたに与える。これは私が剣と弓とをもってアモリ人の手から取ったものである。一十引用符。一十引用符第49章一十引用符。一十引用符ヤコブはその子らを呼んで言った。集まりなさい。後の日に、あなた方の上に起こることを、告げましょう。ヤコブの子らよ。集まって聞け。父イスラエルの言葉を聞け。ルベンよ。あなたは我が長子、我が勢い、我が力の始め、威光の優れたもの、権力の優れたもの。しかし、湧き立つ水のようだから、もはや、優れたものではありえない。あなたは父の床に登って汚した。ああ、あなたは我が寝床に登った。シメオンとレビとは兄弟。彼らの剣は暴虐の武器。我が魂よ、彼らの会議に臨むな。我が栄えよ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに王子の足の筋を切った。彼らの怒りは、激しいゆえに呪われ、彼らの憤りは、甚だしいゆえに呪われる。私は彼らをヤコブのうちに分け、イスラエルのうちに散らそう。ユダよ、兄弟たちはあなたを褒める。あなたの手は敵の首を押さえ、父の子らはあなたの前に身をかがめるであろう。ユダは、獅子の子。我が子よ、あなたは獲物を持って登ってくる。彼はオス獅子のようにうずくまり、メス獅子のように身を伏せる。誰がこれを起こすことができよう。杖はユダを離れず、立法者の杖はその足の間を離れることなく、白の来る時までに及ぶであろう。もろもろの民は彼に従う。彼はそのロバの子をブドウの木につなぎ、そのメスロバの子を良きブドウの木につなぐ。彼はその衣服をブドウ酒で洗い、その着物をブドウの汁で洗うであろう。その目はブドウ酒によって赤く、その歯は乳によって白い。ゼブルンは海辺に住み、船の泊まる港となって、その境はシドンに及ぶであろう。イッサカルはたくましいロバ、彼は羊の檻の間に伏している。彼は定住の地を見てよしとし、その国を見て楽しとした。彼はその肩を下げてにない、奴隷となって追いつかわれる。ダンは己の民を裁くであろう。イスラエルの他の部族のように。ダンは道の傍らの蛇、道のほとりのマムシ。馬のかかとを噛んで、乗る者を後ろに落とすであろう。主よ、私はあなたの救を待ち望む。ガドには略奪者が迫る。しかし彼はかえって敵のかかとに迫るであろう。アセルはその食物が豊かで、王の美味を出すであろう。ナフタリは放たれたメス鹿、彼は美しい子鹿を産むであろう。ヨセフは実を結ぶ若木、泉のほとりの実を結ぶ若木。その枝は、垣根を越えるであろう。いる者は彼を激しく責め、彼を痛く悩ました。しかし彼の弓はなお強く、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、イスラエルの岩なる牧者の名により、あなたを助ける父の神により、また上なる天の祝福、下に横たわる淵の祝福、乳房と腹の祝福をもって、あなたを恵まれる全能者による。あなたの父の祝福は永遠の山の祝福に勝り、永久の丘の賜物に勝る。これらの祝福はヨセフの頭に帰し、その兄弟たちの君たる者の頭の頂きに帰する。ベニヤミンは柿柵を拝み、朝にその獲物を喰らい、夕にその分取り物を分けるであろう。一十引用符、一十引用符すべてこれらはイスラエルの十二の部族である。そしてこれは彼らの父が彼らに語り、彼らを祝福したもので、彼は祝福すべきところに従って、彼らをのおのお祝福した。彼はまた彼らに命じて言った、私は我が民に加えられようとしている。あなた方は、テビとエフロンの畑にあるホラ穴に、私の先祖たちと共に私を葬ってください。